おはようございます、賢者寺でございます。もうこの番組も、何回、回数を重ねてますので、初めましてとかですね、賢者寺と言いますなんていうね、もう他人行儀なことは言わなくていいんだろうなと思いつつ、寺でございます。もうサザエでございますとかね、そういうふうに、これ長寿番組になることを前提に、そんなトーンでね、言ってみてもいいのかなとも思いますけれども、よろしくお願いをいたします。ちょっと時間のことをね、この録画が始まる前に喋ってたんですけれどもね、今日はちょっといろいろ出だしかかりましてね、こんなこともあります。それは広い心で受け止めていただけると、いいと思うんですけどもね、時間の感覚、私たちはよく何を基準にしてものを考えているかというと、世間の常識っていうものを大体ベースにものを考えていることが多い。だからグリニッジ天文台っていうのがなんだかイギリスかどっかでしたっけね、ありまして、標準時間というのは決まっているわけです。1秒はこんだけで、1日は24時間っていうことが決まって、時計というのがありますね。時計が正確かどうかってよく合わせたりしますし、最近は電波時計なんていう、もう時間を合わせなくてもいいような、便利な機能もありますけどもね、私たちはこちらを正しいという認識で大体生きてるんです。だから、例えば先生の授業が退屈だった時に、ものすごく長く感じるわけですよね。あるいは校長先生が朝礼で喋ってる内容とかね、もう早く終わんねえかなこれみたいなね。長もう、だから、1分がもう5分か10分ぐらいにも感じるような苦痛な時間ってあると思うんですよ。で、やっと終わったと思って時計見てみたら、たったの15分しか経っていない。なのに自分にはもう2時間3時間経ったかのような疲労感と倦怠感と、あんなつまんねえ話聞かせんじゃねえよみたいなね、ことってあるじゃないですか、やっぱり。かと思ったら、例えばディズニーランドに行ったり、あるいは何かこうね、好きな人とどっかデート出かけるとかね、する。遊園地に行ったり、映画に行ったり、いろいろしますね。そういう時間ってやっぱり自分が心からやりたいことなわけで、もうみたいな、時間の経つのが早いってことがないです。嬉しいそういう時とかね、楽しい時間っていうのはなんかもう名残惜しいっていうかね、もう終わっちゃうのみたいな、もっともっと続いてほしいのにというような、たったね1時間か2時間しか経っていない感覚なのに、時計見てみたらもう半日経ってるとかいうことってあるじゃないですか。そういう時に私たちは何て言っちゃうかっていうと、標準時間を絶対として、なんか長く感じたわとかね、なんか短く感じたわとか言うでしょ。この言葉っていうのは時計が刻む標準時間を絶対として、自分の感覚というものがそれに比べたあやふやであり適当であり、そっちを正しいとしてね、私ちょっとなんか早く感じちゃったとかね、なんか遅く感じちゃったわっていうふうに言うわけですよね。でもこれは基準を変えるべきなんです。つまり標準時間が正しいんではなくて、あなたが長いと感じたり短いと感じたその感覚が実は正しいということがあるわけなんですよ。そっちの方で時計作ってもいいぐらいですけど、でもそんなことをしたら多分この世界がシステマチックに動かなくなると思うので、それはね、これでいいんですよ。幻想上正しい時間、私たちが幻想ゲームを楽しくする上で、必要な幻想、よくこの世の中に必要悪っていう言葉がありますよね。あれと一緒で、すべて苦痛とか苦労とかね、涙とか一切なかったら、それは結構な世界ですよ。それは一見いいように見えますけれども、でもそれをしてしまうとね、この世界のゲームが何も面白くなくなるんですよ。ですからやはり二元性、陽と陰というね、その相反する2つの二極というもの、その間への変化というものは、この世界のゲームを楽しむ上ではもう必須なんですね。なくちゃいけない。これ抜いちゃったら何の意味もない。もうそれこそ一元性に帰ってしまいということですよね。意味がないんですよ、来た。それだったら初めからこの幻想ゲーム、この神の遊技場を作る必要がなかったんです。二極がいらないならね。だから時間という幻想はある意味幻想ではあるけども、でもその幻想がないとこのゲームが成り立たないってことですね。いうことでございます。だからこれはもうしょうがないです。私たちが人と会うのにもね、やっぱ時間があるから便利なんでね。やっぱり仕事何時間とかね。そういうことも、やっぱり時間があるからいろいろ便利に、この人生というものを、その概念によって、楽しめる。だから私たちはこの時間という幻想に感謝しこそすれ、決してそれをいらないとかね、幻想というような言葉でなんちゅうの、なんかこう、くだらないもの。私たちの足を引っ張るもの、その幻想ですからね。っていうようにエゴと、これは同じで、そういうふうに捉えない方がいいんじゃないかなっていう感じがあるんですね。だから皆さん、自分の感覚というものの方が絶対なんだと、実はね。で、その世間の時間の方が、その王である私たちの、それぞれのね、時間感覚からずれちょる。もう、視覚紙面で融通が利かんやつですからね、こっちの時間っていう。腕時計の指す時間っていうのはね。幻想なんですけれども、あったらあったで非常に便利な概念。だからあんまりエゴと同様、その時間というものにとらわれているっていう自分をあんまりこう、責めたりとか、自分はなんか幻想にしてやられてるな、みたいなね、感覚に陥る必要はないのかな、ということを思いますね。でも、このことに関してはあんま語ることないんですよね。気にするなっていうぐらいなもんで、あるいはでも、予定というものがね、お互いある以上、そういう人生ゲームである以上はね、大事だよねって、おろそかにしちゃいけないよねって。私もね、その、覚醒体験をしたからって、そうやって活動してるからってね、時間幻想だなんて言ってね、例えばライブの時間を適当に行ったりね、すっぽかしたりね、したら、それは大変でしょうよ。ですから、もう、時間はあるでいいじゃないですか。幻想言ったって、しょうがない部分があるんですよ。だからあんま考えてもしょうがないことあんま考えない。先日も私、ブログ記事で、確かね、空がこの世界を退屈から作ったとかね、楽しむために作ったとか書いたんですけど、それだって考えたってしょうがないことなんですよ。だから何って話ですよ。それが分かったから、あなたに何かお腹がいっぱいになるんですか？そんなことを考えたからって。それを知ったからって、あなたの人生が根本から何かが変わって、幸せになる理屈なんですか？それが。なんか応用できますか？あなたの人生に。だから結局それは、本当に知的遊び、しかもその認識上の遊び程度なもので、もっとね、身近な話題あるじゃないですか。例えば今目の前の、この、状況。これにじゃあどう、対処していこう。どういうふうに向き合っていったらいいかなとかね。とにかく、今目の前であなたが向き合ってる内容こそが大事であって、それこそが今世界で最大の関心事なはずでしょ？だからそれに役立つことがね、別に情報に優劣つけてもしょうがないんですけども、それがやっぱり今一番向き合うことじゃないですか。なのに、それで空がね、どうだとかね、実はアンネスっていうのがあってとかね、ほんと気休めですよ、そんなの。頭脳的な何かそういう知的なね、情報。もちろん私たちが言う言葉というものには、言霊といって、魂、ね、目に見えないエネルギーもこもってますんで、結局言葉聞くときにはその言葉が何か意味あるというよりは、その裏に乗っかっている見えないエネルギーの方に意味があるんですけどもね。だから本よりも、実際に会うっていう方が、ちょっとだけアメリカンコーヒーとブレンドコーヒーみたいな違いでね、ちょっと濃い。でもそんなむちゃくちゃ差はないかもしれないですけどもね。その程度のことなんで、はい。時間っていうのはあんまり幻想を言っても、しょうがない、いうことですね。ちょっと、その辺。だからスピやってる人はもうね、例えばエックハルト・トールの DVD でもう時間の幻想性なんていうね、DVD が出てますけどもね。あんま気にしなくていいと思います。はい。時間は春でいいじゃないですか。もうめんどくさい。ね。はい。その幻想であるってことを分かったからって、じゃあ何の役に立つんだって、みんな何時とかね、あと1時間とかいう世界でね、生きてんのに、なんでそれに逆らって、生きなきゃいけないのかがね、いうことでございますけども。はい。じゃあ次の話題にね。いきたいと思います。ちょっと時間の話をちょっとしてくれという、ところがね、チャットで出てきておりましたので、やっております。本当に私、いろんなセミナーを、やって、いるわけなんですけども、豊かさセミナーというのを一つ、そのバリエーションの中に持っております。センターリターナー講座とか、単発のライブとかですね。いろいろある中で、豊かさセミナー。結構ありますよね、世間でも。アバンダンスっていう名前が、ついてたり、いたしますけれどもね。はい。うん。すみません。今何の話題にしようとしたのかな。ちょっと待ってくださいね。私のアバンダンスってやつの方ね。それまた後で、またちょっと扱いたいと思います。チャットの方が全然ね、流れてなくて、今ちょっと気づいたんです。ちょっと流れた。なんか、いつも通りに、ダバダバっと来ないなということを思ったわけですけどもね。はい。人生はゲーム。分かりやすく伝えるために使われているのかもしれませんが、人生を形式化しているようで、あまりよろしくないかと存じますという一つのね、ご意見を、ちょっとここで、お伺いしているわけですけども、はい、これはそうですよね。はい。でもそうかもしれないけど、例えばね、この方は人生を形式化しているというふうに言われてますけど、形式化するって何でしょうね。軽く見る。つまり軽く見るということは重く見るという概念が逆にあるわけですよね。その物事の基準というか前提があるからこれは形式化をしているというふうに判断ができるわけですよね。うん。でもその形式化しているのか重く見ているのかっていう物事の判断は人によって千差万別なんですよね。これは仕方のないことなんです。だから実際に誰か絶対的に正しい人間がいてですね。その基準で、あなたはこの基準に比べて、これちょっとずれてるよとかいう話がね、あるわけなんです。だから私たちの今までの感覚では、この世界に絶対的な何かがあるというふうに思うので、そして自分がそれに到達したと思うと、それを基準に人のことを見るわけですね。俺はこの絶対的な、信頼できるというか、自分の中で確信できるあるもののスピにたどり着いたとかね、いうときに、人は、ちょっとこのから、こうか、負けずれてるなっていうふうに人のことが見えるわけなんですよね。これが今まで宗教がやってきた間違いなんです。だからそれはあなたはそう思うかもしれませんけども、思わない人も大勢いるということが分かってないとあなたは浮きますよって話です。こういうスピンでね、俺はある程度たどり着いたぞと、その感覚を見てお前ちょっとなってないぞとかね、ちょっとそれはこうだぞって言えるということは、ある程度のご自身を持ちだってことなんですよね。自分の考えとかに。私、好きなこと言ってますし、結構偉そうです。物言いがね。だから、私もね、それ言うならお前だって同じようなこっちゃないかってね、思われるかもしれないんですけど、私は自分が間違っててもいい。私がどう人から、こいつ変だなとかね、ここちょっと言い過ぎだなとかね、もう思われてもいいという覚悟で私は言ってるんです。そしてもう一つ私が自覚していることは、絶対確かなことなんて逆立ちしたって言えないということなんです。あるいは、すべての人を満足させるようなものの言い方なんていうのは不可能だということなんですね。だから私はこういうタッチなんで、じゃあ、その偉そうに言うね、軽視してると思いますというあなたは、何しにここに来てるんだって話なんですよ。一元さんかな？もし私のブログの傾向と対策をしててきたんだったら、どうなんだろう。こんなんですからね。だからもう見なきゃいい。あなたはあなたで情報を発信してくれたらいいわけなんですよ。なんかもうここ来て文句言わなくていいんです。今思ったならね、今まで好意的に捉えてくれて、今このセリフで、なんかちょっと、軽視だなと思ったんだったら、もう、僕変えるつもりないからね、はっきり言って。僕人の言うこと聞かないから。聞きたかったら聞くけど、聞きたくなかったら聞かない。だからきっとこれはこの人よがりなんですよ、今。軽視してると思う。だって今ね、276人ぐらい見てるらしいですけどね、何人の人が私が人生を軽視してると思ったかですよ。多分ね、この言った人だけだと思うんですよ。はっきり言ってね。うん。思うので、だからスピリチュアルの発信者、こんな罠に陥っちゃダメなんですって。何かを見て批判できる？うん。その人はその人なりに真剣にやっているわけなんですよ。だから私、どんなことを言ってる人でもね、創価学会だろうが、例えばエホバの証人だろうがね、私は間違ってるなんて絶対思わないし、この人たちおかしいって腐すことは私はありません。うん。だって、本人が真剣に喜んでやってるんだから、その世界をね、尊重してあげたら一切素晴らしい。でも、素晴らしいけども、その人が何か他に何か言い出したときに私腰を上げます。うん、だってそれはね、守られるべきものであるからです。うん、それをね、その何かの基準で他を切るっていうことが、このスピリチュアルにしても、この一般世間全体にしても、それが一つのつまずきというか、それがまあ、このゲームの障害なんですよね。まあ、マリオでいうクリボーみたいなもんですよ。それを乗り越えたりすることが、まあ、この世界の楽しみなんですね。そういうエゴが仕掛ける罠をいかにこう飛び越えて、本質のっていうかね、魂の底から湧く、まあ、そういう、幸せって言われるね、まあ、幸せっていうのも一つの罠、言葉的にね、なんです。ちょっとこれ、概念が定義するにはかなり大変なものなんでね。まあまあ、でも皆さんの分かりやすい言葉で言うと、幸せという言葉です。うん、だそれを到達するために、エゴの仕掛ける障害を乗り越えゲームを結構やっているわけなんですよね。だから、うん。軽視して何が悪いんでしょうね。軽く見るっていいことじゃないです。だって重く見てね、ドヨーンってなって、人生ってな、大変もんってやるよりも、私別に軽いノリで言ってもいいと思うんですよね。だから本当にこれは、物の見方、その人なりの感覚、個性でもあるので、だからうどんが正義で、そばが悪なんてことはないわけですよ。だからどちらも、麺類の個性なんであってね。ただ好みあるでしょ。俺うどん好きだけどそば嫌いとかね、スパゲッティ好きだけどラーメンそんな好きじゃないとかね。でもそれをその人がそうだからといって、人に、俺、こうなん、ラーメン嫌いなんだけど、お前もうおかしいよ、そんなん大好きなんてっていうね、ことになるわけで。だから声を上げるのは自由です。もちろんこのチャットでも、テラさんこうですよね、ああですよねっていうご意見はね、もちろんその人なりの魂から出てくる一つのメッセージであろう、思いますので、それは言ってくださるのは非常に自由なんですが、私はきっと私のやりたいようにやります。そして、受け入れたくなったら、その今ここでそういう気分になったら私は素直に聞くでしょうし、うん、ああ、なんかめんどくさいなと思ったら、もうそれでしょうし、それで、いや、テラさんそんなことを続けてたら、誰もあなたに見向きしなくなりますよってなったら、それもだって結構なわけですよ、私。誰が頼んでますこれ。見て、今。285人、今ね、見てくれてますけどね、私、誰に一人として頼んだ覚えはないですよ、拍手って。これね、ゼロでも僕、多分番組やってると思うんです。あ、ゼロだって、テリーさんが多分、もうこいつダメだってんで、出演させてくれないかもしれませんけども、うん。だからブログもそうです。広めようなんて私、これっぽっちも持ってません。まあ、某、ね、上位のランキング者は、もうクリックしてくださいなんてことを言いまくってますけど、私は言わないです。なぜかというと、一つの確信が私の中にあるからです。つまり、私の言っていることや書いているブログが広まるものならば、クリックするなと言っても広まっていくでしょう。逆に、私のね、言っていることややっていることが広まるものじゃないならね、私がどんなにクリックしてくれ、クリックしてくれと言っても、きっとね、まあ、広がらないだろうということを、思うわけですね。あ、そっか。テディさんから注釈ありましたね。285人はこれは覗きに来た総数ね。あ、で、リアルタイムで見てるのが今左で数字が動いてるのね。今137とかなってますね。うん。だからね、うん。まあ、お客さん商売っていう感覚がこの世界にありますからね。もうお客様は神様ですみたいなね、ことで私たちは本当に誠心誠意、まあ本当に何か言われたらそれを真摯に受け止めてね、まあ対応するっていうことがね、まあこの世界の良しとされることっていうかね、ですけどもね。でもそれも良し悪しなんですよ。やりたいようにね、やるべきなんですよ。ただその軸をね、言葉、表面上の言葉だけとらまえて好きなようにやる、やりたいようにやるってことをね、誤解してしまうと偉いことです。うん。それは私たちの軸、あくまでも自分の人生であり、自分が納得のいくようにやるんだっていうね、その軸さえをずれないっていう意味でのやりたいようにやるなんですよ。だから好き勝手とまた違う。例えば好き勝手っていう時にね、自分が魂からやりたいことじゃないことで結構あるんですよ。つまり自分のメンツを守るためであったり、体面を守るためであったり、うん、何か気を引くためであったりとかね、何かのね、エゴ的目的があって、やることが多いんですよね。うん、だからその好き勝手は実は好きにしてない勝手であることが、まあ多いので、はい、いうことですけどもね。はい。ちょっと私がだーっと喋ったので、いろいろ言ってくれて、いるのですかね。はい。いうことでございましてね。だから、これはスピリチュアル発信者がよく陥ることなんですよ。うん。結局自分が到達したものに自信があるので、自分がその今のあり方にね、多少なりとも、それはいい意味ですよ、もちろん。自分はこんだけ、到達したというかね、こんだけの気づきを得たっていう自覚のもとに、いろいろなものを、価値判断するっていうのかな。この人だいぶいい線いってるとかね、この人分かってないとかね、そういう判断が、できてしまうんですよ。ある程度いくとね。ただ、その使いよう。その刃物の使い方をね、間違うと指を切るって話です。うん。それをやっぱり指を切らないで美味しい料理をね、作って、美味しい魚、美味しくその肉をさばいて料理を作ってほしいっていうのが私の願いです。うん。だから私は自分のブログの中とかでは好きかって言ってますし、あるいは私が何かをね、批判めいたことを言うことがあるとするならば、牙を向かれた時だけです。自分からよそ様に、なんちゅうの、お前おかしいっていうふうに、タブログにコメントしたりとかね、そんなことは絶対しません。ただ、一回やったことがあるのが、私のクライアントね、個人セッションでね、私、こういうスピリチュアルの分野でね、やってるんですけど、友人から、あなた、浄化が足りないと。うん、下手ねって、うん、もっともっと真剣にやりなさいよって怒られた。こんで悩んでるんですけど、どうしたらいいんでしょうっていう悩みを聞いたんですよね。そういう中で、私はね、その人を守るためにというかね、やっぱ私のクライアントが、ほら、そうなんですからね、ジャイ子がいじめられてたらジャイアン立ち上がるでしょ。うちのジャイ子いじめだーみたいなね。でも僕がジャイアンと違うのは、こっちから日頃いじめないということで、反撃しないということです。はい。うん。だからそういう時には、ものを言いますけどね。うん。やっぱ浄化はいらないよとかね。うん。浄化という言葉自体がおかしいよ。綺麗にするってことは汚いっていうのがあるわけでしょ。うん。それがそもそも存在しないっていうね。うん。ものの見方によってはね。うん。私たちはそういうものがあるという見方をして、この世界をね、そういうフィルターをかけて、眺めているので、ほら、ここにあるじゃないか、汚いものが。これは、綺麗にするべきなんだよっていう演劇というかね、そういう、映画を作っていくわけなんですね。その映画が楽しいものだったらいいんですけども、楽しくない場合が非常に多いんです。だから私はその浄化なりというね、こと、あるいはその、修行って言われるものね、一般的に。楽しいんだったらもうそれはいいんです。うん、やったらいいと思いますね。でもそれが苦痛であるならもう意味ないからやめたらいい。しかもそれを人に勧めるなんてさらにもってのほかです。その人はその人で神なんだから。うん。とやかく言わなくてもその人自身の命の力でやっていけるんですよ。誰も彼もね。だから私たちがやたら自分の確信を人に広めようとしたり、伝えようとするっていうことはね、気をつけた方がいい。その裏には、この人は私がこれでも伝えてあげないとちゃんとやっていけないという、要は下に見てるんですね。だから宗教の伝道っていうのは見下しです、あれは。うん。親切なようでね、人を救おうっていうね、立派な大義名分があるように見えて、実はそれは、この内容知らんとこいつはダメ、っていう信頼のなさ。命に対するね。みんな神だから何を信じてようが、今何を知らなかろうが情報としてね。全然問題がない。今この瞬間において全ての流れが完璧である。それなりにね。今この瞬間において。だから同じ問題がない中で、じゃああとは個々人がどんな選択をしたら楽しかろうっていうことだけを考えていけば、この世ゲームはなかなかうまくいくっていうことなんですね。この世をゲームという名前で、例えることでそれを軽いと思われるんでしたら、もう私の番組は見ないがよろしかろうと思います。それか、あなたなりの、そのね、言った方なりのね、例えばその人が影響力のあるブログでも持ってんだったら言ってみたらいいと思います。今、けしからん、覚醒者を名乗る人間が、寺とか、なんか国際とかがなんかね、人生をゲームだと例えていると。なんかそれはどうも軽くて、なんか人生を軽視してるでけしからんっていうことを言ったらいいわけですよ。それでね、もし私が、すいません、その人の影響力によって、それが正しいからね、広まっていて、そっか、寺は軽視してんだということで、もしも私がね、売れなくなるというか、人が来なくなるなら、僕、それはそれでOKだと思ってるわけですよね。全然問題じゃない。私なんかボン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 適当な言葉をね、もう言い放ちまくっていう風に聞こえるかもしれないですけど、実は最大限の覚悟を持って私は喋ってるんです。その一言一言に責任を持ち、何かそれで怒ったならば、それで私絶対腐らない。うん。なんであんなこと言っちゃったんだろうとかね。うん。ああ、しまった、早まったとかね。私は絶対ありません。後悔っていうのがないんです、私は。うん。後悔っていうのは何ですか？辞書的な意味では。つまり自分が過去にやったこと。まあ5秒でも例えば過去ですわね。済んじゃったことだからね。そのちょっと前にやったことを、あれはやるべきでなかったとか、あれは間違っていたと言って後悔、悔いることですよね。ということは、間違っていたという判断ですよね。自分のその済んだある出来事に対してね。あれは間違ってた。僕が到達した悟りというのは、それがないということなんですよ。私たちはエゴであれは失敗だったとか、ある基準を設けて判断をするんですけど、すべて起こってしまったことは最善だ。宇宙には起こるべきことしか起こらないという一つの認識が私の中に絶対的にあるので、だから私は後悔と呼ばれる2文字は絶対しないんですよ。うん。何があってもしません。たとえ私の言ったことが何か引き金となってブログが炎上したりね、あれ私の人気が陰ったということになっても全然構わないわけです。怖くないです、ちっとも。うん、好きなことを言う放題言ってて人が来なくなったらそれは全然本望です。うん。なんかだから物好きよねぐらいに思うわけですよ。こうやって見てくださってる方とかね、ブログに訪れてくださってる方。まあ、加藤ちゃんじゃないけどね、お客さんも好きよねっていうね、本当にそういう好奇の目で僕は見てしまうわけですよ。うん、クリックランのね、ボタンをね、ランキングのほら、ポチってなるわけでしょ。あれ押すのも、まあ、こんな、押すって、まあ、物好きよね、ぐらいに思ってるんで、私はそれほどランキングは上がらないですね。もう一言もお願いは、まあ、しないのでね。うん。だから、まあ、世間一般の人はどうか知りませんけども、どうなんだろう。やっぱスピリチュアルの発信者って、大なり小なり、使命感っていうのはあるんですかね。これを広めよう、みたいなね。これを広めることで皆さんの幸せに、まあ、役立つっていうか、僕なくてそれ。うん、知るかって話ですよ。だってみんな神なんだもん。だから私が何か声を大にして言ったから人が救われるなんてないと思ってるからね。ただ怒ることが起こっているだけだと僕は思っているので、だから私が何か頑張った、自我でね、意思で何かをやった。で、そのことが波紋を広がってね、その人にいい影響を与えたっていうのは物語なんですよ、あくまでも。私たちが解釈上つけるストーリーであって、実際にそれが起こるのではないんです。そう解釈するから、あくまでも、あ、俺がおかげだよね。俺がこんだけ発信したしね、こんだけ活動してるから、こうやって目覚める人や、ありがとうっていう人が増えるんだよねっていうのは、実はこれはね、幻想なんですよ。ただ、そう解釈したらそういうふうにも、まあ見えるということなんですね。うん、ただ、一人一人を宇宙の王として、その意識がね、招くことが起こっている。着々実に、もうただ、粛々とそれらが展開しているというだけの話なんですよね。はい。うん。だからそこに私たちがどんな解釈をするか自由だから、だからそういうドラマもありです。私が頑張ったから、こうやって世界が変わってきた。私が影響力があるから、こうやってこういうことが起きたっていうのはいいですけども、だからでもそれは幻想であって、自分が好きなように解釈する自由があって思えるだけだっていうことをわきまえておかないと、どこかでスピリチュアル発信者は足元を救われますよという話ですね。うん。だから私はもう何があっても、なんていうのかな、自分が何か頑張ることで世界が変わるなんてないと思ってます。変わるんだったら変わるようになってたし、うん。それはなんていうのかな。私が何かエゴでしゃかりきに、うんしょこしょ、うわっとこしょってやったからっていうことではない。うん。ただ私は映画を見るように一歩引いた鑑賞者として、この自分のやっていることや世間で起こっていることを眺めて、うん。ただそれはそうであるだけという究極な中立の立場からそれを眺めて、まずね。手順として。で、その後で初めて、じゃあこの何にも意味のないこの現象たちにどんな物語をつけたら私は楽しいかなっていう、その次の作業をまたやるわけですね。そこで皆さんと同じレベルというのかな。これはいいとか悪いとかね。これはこうだっていう話をそこで作っていくわけですね。だから私は、まあ、いわば、通常のね、人より、通常の人って言い方僕嫌いなんだけど、よりもワンステップ間に余計に挟んでるんですよ。つつまり皆さんは何か見たら、パッて見て腹が立つ。パッて見て感動する。パッて見て好きだと思うっていう風にね、間に何も挟まないで反応する。私たちが積み上げてきたいろんなね、反応パターンからね。うん。でも私はその間に、まずそれは何でもないことだと。うん。私が感情反応する前に、まず単なる情報としてまず受け取るっていうパターンを踏んでから、さあ、じゃあこれをどう料理しようかっていうのを無意識にというかね、自然にというか、まあ、それをやれているということなんですね。それが多分気づきとか覚醒とかいうことだと思う。目覚めとか。うん。だから、それは、私は素でできるんですけど、それをね、人工的に、あえて意識的に、まあ、天然物のマグロに対して養殖みたいじゃないみたいですけども、それを人工的にやろうとしているのが、センターリターナー講座っていう私の、まあ、ちょっとお金のかかる講座なんですよね。まあ、別にそれを宣伝するわけでもないんですけども、うん。まあ、ちょっとすみません。話がね、随分風呂敷が広がったような、気がするんですけどもね。要は、ちょっとスピリチュアル的にね、分かった人の罠として、その自分の尺度で物事を乱すっていうね。で、だから判断して、いい悪いを言い出すっていうね、ことがあるんですね。それは誘惑です、非常なる。うん。私も今こういう立場に立ってね、もうなんぼでも言えますよと思ったら。でも、私はそれは究極的には、テラというね、それは覚醒した意識とはまた別でね、そのテラという人間の見聞きしてきたり、感じてきた、自分なりの体験から来る発想のもの、そこ所属のものだというね、ちゃんと認識があるので、たとえ批判とかね、いろいろは心から湧き上がってきても、あ、これはこの世ゲーム的にはね、まあ、出てくるものであって、違うよねっていうことがわかるから、あまり選択をしません。言うっていう選択をね、具体的に人様に言うっていう選択をあまりすることはありません。でも、ここぞという時は言います。うん。私のね、親しい友人が何か悩んでたりね、そういうことで相談されるという事態が起こるなら、私は重い腰を上げて、そういうことを言うかもしれません。でも、あえて、こちらから、なんちゅうの、喧嘩を売るようなことっていうかね、そういうことはもう言わないつもりではあります。何？パンダの箱の下の赤い絵が気になるって何？あれ、エルちゃんがひな祭りで描いたやつです。赤い画用紙の上に兜みたいなのが多分、おひな様かあれ、三角形に折ってんのかな？うん。こう、ひな祭りのおひな様みたいなね。多分、この前、保育園か何かの、イベントでやってきたんだろうと思うんですけどもね。すいません、チャット全然もう忘れてました。ははは。ごめんなさい、もう全然見てねえや。はい。うん、すいません。はい。まあ、特に大きな質問もまあなさそうなんでね、このままお話の方を、続けさせていただきたいと思いますが、元の話戻りますよ。もうこの話ですかね。要はね、チャットに多分これからもね、未来、僕がね、これを回を重ねれば重ねるほどに出てくると思うんですよ。時々やりますよね。テラーさんこうおかしいとかね、なんかこれはどうだとかね。でもそれはあくまでも、その人なんで。だってどんなに有名なね、人気のある芸能人だって、AKB だってね、不安ばっかしじゃないわけです。アンチがいるんですよ。巨人だってそうです。うん。だからそれは宿命なんで。だからエックハルト・トールだろうがね、誰だろうがね、スピのね、すごく有名な人だろうが、全ての人を納得させる人なんて絶対いないはずなんですよ。絶対アンチっていうかね、嫌いな人いるんですよ。それをね、どんなに主流であろうが。だからそれはもうこの世ゲームである以上しょうがない。この世界は反比例のグラフなんですよ。反比例っていうのは、わかります？こう、あってね。こう、ゼロに近づいていくんです。反比例のグラフは下の方がね。ゼロに、限りなくゼロに近づくけど、絶対にゼロにはならないっていうね、ことでしょ？それと同じで、この二元性の世界では、陰が0、陽が100とかね。うん。陰が100、陽が0とかいうふうに完璧に偏るっていうことはありえないです。それはもう一元性の向こう様の世界なんで、この遊戯場では 0.00001 か分かんないけど、絶対に片方が0になることはない。いうことですね。うん。それはだからそうです。光が100になることはありません。うん。逆に闇が100になることもありません。その間で揺れ動く世界をずっと私たちは運命的に、宿命的にこの世界で観察をし続けることになります。だからこの世界から悪をなくそう、悲劇をなくそうっていうのはバカです。言っちゃうと。うん。減らすことはできます。かなり程度ね。もちろん。減らせるけど、ゼロにはできません。根絶することは不可能です。もっと言いましょうか。だから私たちは、光に対する闇、正義に対する悪という反対のものを撲滅したり、消滅させようという動きよりももっと大事なことがあるんですよ。視点を変えることで、別の見方をすることで、敵っていうね、見方じゃなくてね、うん。視点を変えることで、それを撲滅することなく仲良くなっていく、あるいは許せるようになっていく、抱きしめることができるようになっていくっていう道ですね。だから私たちは意見の合わないやつを戦争という形、あるいは喧嘩という形で、とにかく相手を打ち負かして自分の正しさを立証しようとしてきたわけですよね。今までね、世界規模で。戦争もそうですよね。だから、それを相手を敵だという前提を揺るがせないで、その上で話を進めるからそうなるんですよ。じゃあ、こいつ言ってもわからんから戦うしかないよねっていう話になる。でも、見方を変えれば、うん、和解の道ってあるんですよ。これ私はブログで書いたかもしれませんけど、この世界に悪というものは存在しません。ただ、目的意識に徹するあまり、本質を忘れたというものということができます。それを悪ということができます。だから悪い、いけない、ダメじゃなくて、かわいそうなんですよ。わかります？例えば僕が最近読んだ本でですね、お受験。つまり、子供を有名幼稚園とか有名小学校に入れることで、子供の幸せをね、確かなものにしようっていうね、お受験ママっていう、世界の話を読んだんですけど、初めは当然子供の幸せのため、そして子供が喜びますからね、人生うまくいくとね、当然それは親の喜びにもなるということで、初めはそういうことで始めていったのですけれども、だんだんどうなるかというと、ライバルが多いんです。しかも、よその子見た頭の良さそうな子。うちの子と来たらね、いろいろお受験のために塾行かせたりとかね、いろいろこう、家庭教師、とかつけたり、ピアノ習わせたりとかね、するんですけども、どうもパッとしない。何々ちゃんの方が、近所の何々ちゃんの方がなんか褒められる。うちの子はなんかもうちょっと頑張りましょうね、みたいなことを言われるときに、危機感を得るわけですよね。危機感を感じるわけですよね。このままではいけない。このままでうちの子は合格しないかもっていうことになってね、どうなったかというと、合格しそうな子のママに無言電話をかけたりとかね、その人をストーカーのように追い回して、万引きの現場を抑えて写真を送りつけてね、やって、心理的攻撃をしてみたりしてね、だんだんおかしなことになりだすんですね。合格することが、幸せになろうとしたのに、逆にね、合格することが最終目的になっちゃって、幸せな気分じゃなくなっちゃったってことなんですよ。うん。だからもう、その幸せを得るために、お受験を始めたはずなのに、いつの間にかお受験に合格することが一番のね、最終ゴールになってて、そのために今、ほら、脅迫電話をかけたりね、いろいろして、自分が今幸せじゃない状況を作り出してるわけですよね。いつの間にかすり替わっちゃってるわけです。幸せになるためにそれをやったのに、いつの間にか幸せを失ってまでその目的を達するっていうことになっちゃった。で、最後、二次試験にね、その受験で二次試験に合格しちゃった子を殺害するってことまで及ぶんです。呼び出してね。近所のおばちゃんってことで、警戒心ないですからね、その子はね。呼び出して、ぼっ殺しちゃって、うちの子の合格率が高まるようにってやっちゃうっていうね。そういうちょっと、うん、怖い小説をね、最近読んだわけなんですよね。うん。だからまあ、本当にね、そういうことって多いわけですよ。うん。つまり、このお母さんは悪ですか、要は。私たちは、ただ単に善と悪、いいことと悪いことっていう風なね、単純な切り方で、この世界を見ます。だから、殺人事件が起きたこいつ悪いやつね、という風に思うんだけども、でも結局、それは、善なる目的から始まってたりするんです。結局愛から始まってたりするんです。だからこの世の中で悪と呼ばれることのね、すべては根源が愛なんですよ。皆さんの大好きな言葉で言うね。愛から始まって、ただその愛が実現してさせようとする過程でうまくいかないって時に、うん。でもそのままの方法で続けてたらうまくいきませんよっていう状況の時にやめられなくなっちゃったのが悪なんですよ。そのまま突っ走ると誰かを不幸にするんだけども、でもその不幸を起こしてでもこの目的が大事だから達しないとっていうふうに振り切っちゃったのが 悪と呼ばれるものですね。うん、だからある方は、その善と悪なんていう構図はこの世界になくて、善と善、つまりどちらもが自分は正しいと思ってて、その正しいがお互いにずれている者同士が戦うっていうことですよね。それがこの世界に満ち満ち溢れているだけだというお話ですよね。うん、だから北朝鮮がね、あんたらほったかおっとしもんだハモニだと言ってるのが、俺は間違ってる、俺は間違ってるぜ、悪だぜ、みんなよろしくって言ってね、活動してるかっていうと、彼らは自分を正しいとしてるんですよ。ミジンコも自分が間違っているなんて思ってないわけですよね。だからあんなに挑発的だし、あんなに自信に満ち溢れてるし、演技とは思えないっていうかね、間違ってるとね、彼らは思ってると思えない、あんだけ真面目なんだから。うん、だからそれと自由世界に生きる私たちとの間に、まあ単に温度差があるってだけなんですよ、認識の違いで。でも私たちも北朝鮮おかしいっていうのは自分が正しい、間違ってない、これがスタンダード、常識だと思ってるからそう言えるんであって、向こうは向こうで自分たちをスタンダードだと思ってるから、よそ世界はなんかおかしいと、将軍様を悪く言うなんてっていうかね、この我々のね、我が国の在り方をね、どやこや言われるなんて侵害だっていうふうに向こうは思っているわけですよね。うん、だからその辺もやっぱり今の時代ね、もう今まで私たちは善と悪っていうものがあるとしてね、反対のものがあるとしても戦う歴史をずっと続けてきたわけですよ。で、それでもう皆さん疲れ果ててるはずなんですよ。もういや、もうこれ以上はもうお腹いっぱいみたいなね。だからこそ今スピリチュアル的な目覚めの波が押し寄せているんですよ。アセンションの時代と言われね、気づきというものが静かに静かに広がっていって、で、この前までは自暴自棄な生活を送っていたね、ニートであった、そしてね、本当にオタッキーであったね、私のような人間のところにまでその波が押し寄せたっていうことは、もうこれ、どんな時代なんていうぐらいに、まあ、すごいことになっているとも言えるわけですよね。うん、ですから、本当に悪っていうものは、すごく単純すぎるものの見方であるというふうに言えるんですね。切り取り方を変えたら悪はない。はい。だから本当にね、そういうものの見方、視点の切り替えっていうのができた人から、本当に幸せな気分というものを選択するね、その力、そういうものがもう増してくるだろうなっていうことを思うわけですよね。もうものの見方、ものの前提を変えないまま、この世界を 見つめてね、バッサバッサとこれはいい悪いで、切りまくっている人は、まあ、ゲームですからね別にいい悪いはないし、全然その人の神である価値は損なわれないんですけども、ただゲーム的にはあんまりうまくはないよねって、うん、ちょっと下手よね、タタッタタタタタってマリオがねヒューストンって、まあ、こういうことを言うから軽視しているって言われるのかもしれませんけれども、でもまあそういうことですよ、分かりやすく例えるとね。はい、この時間になるともう出勤される方が結構いらっしゃるんですかね。皆さんぜひ、はい、頑張って行ってきてください。録画をね、この後ぜひ、見ていただきたいと思います。ちょっと遡りますね。結局、豊かさセミナーの話が全然できていないっていうね、脱線ばっかりしちゃって。ちょっとね、遡りますね。何か打ってくれた方がいるので、うん。政治家の物言いについてどう思いますか？どうも思いません。てか、興味ないんで、政治。なんかやってんの？うん。アベノミックス、もうなんかミックスモダンお好み焼きかなぐらいなことでね、うん。だから、私が政治家であったりね、例えばよ。あるいは、私の仕事が政治に絡むことである。あるいは、私の関心や趣味が、やっぱり日々のニュースであったりね、あるいは政治のニュースであったりするっていうんだったら、まあ、そういうことに考えることは益でしょう。いいことでしょう。でも私、今ね、スピリチュアルメッセージをこう、受け取ってというかね、まあ、発信してね。で、それでこうやって、生きるっていうかね、それを生活の、まあ、飯の種として生きるっていうことで、もう24時間も足りないぐらいですよ。うん。1 1日24時間あっても、足りないぐらい。だから私、このことしかもう考えてないんですね。だから政治のことはもう全く関心なしというか、たまにヤフーとか、朝起きてね、パソコン立ち上げるときに、ホームページをヤフーのジャパンにしているのでね、何行かほら、トピックスということでニュース書いてますよ。うち新聞取ってないですからね、全く。新聞読まないんで、私。だからそういう情報で、あ、世間にはこういう事件があるのかっていうのをちょっと知る程度で、政治家がね、安倍の首相がこういうこと言ったのかとかね、消費税があかんのかとか、その程度であって、もうそれについての記事をね、細かく何か週刊誌で読むとか、あるいはテレビ、僕テレビも見ないですからね、サンデープロジェクトなんか知らないけど、そういうね、そう政治の、扱った番組すら全く見ませんからね、私よりも多分皆さんの方が政治についてよく分かってるだろうと思います。だから私はもう全然分かんないんですね。それじゃあ寺さんダメでしょって、国際人にね、たるものというかね、これからの時代ね、やっぱそういうことをちゃんと分かっとかないとダメでしょ。でないと正しいね、物事の判断ができないでしょっていうのが、これまでの常識的なものの考え方です。つまり何でも知っておくこと、世界で皆さんの関心のあることは分かっておくことが、取り残されない秘訣であり、それを分かっているのが武器になる。これね、ブーなんですよ。知らないもの、言いたくないものは知らなくていいし、自分が気持ちよく生きて全力で情熱を傾けて生きている中で、知る流れとしてね、宇宙のシナリオとして知ることになっているものを分かっていればよくてね。それ以外のものはエゴが結局判断してるんでしょ。あれ知らないとこれ知らないとっていうのは。そんないい加減な、たかだか20年、30年、40年、人によってはね、おじいちゃんだったら50年、60年かもしれないですけどね、そんな短いね、年月の中で培ってきたね、そんな思考や判断システムがね、叫ぶからってそれが正しいですか？宇宙の英知の方には歯が立たないですよ。それはもう無限、悠久の流れですからね。だからその魂のハートの声から発するものに従っている以上は、それ以上はもう杞憂です。心配のしすぎです。それ以上に何か必要だという考えるのはね。だから私はこの一瞬一瞬向き合っている、この内容に向き合っておれば、外に何かの情報や自分の知らない何かがね、存在しようが、そんなものは分からなくても何の問題でもないという安心感のもと私は生きてます。だから、ごめんなさいね。成人の化について、例えばこの発言についてどう思われますかって聞かれましても、私はその政治家自体もほぼ知らないし、もう全然話題にも関心がないので、でも私はこれをやっていれば大丈夫なんです。例えば皆さん、八百屋さんが、いや、俺はね、八百屋だけやってちゃダメだと。いや、もっと本も売ってあげないと、肉も売ってあげないとね、必要とした時に困るじゃないかって言ったって、ちゃんと肉屋さんはあるし、本屋さんはあるんですよ、他にね。その人が全部ね、他人様の心配して、百貨店のようにも、物を揃えなくてもね、あるわけですよ。だからあなたは、八百屋は八百屋だから、そこを一生懸命やっていれば、世界の中で八百屋として、その役割を果たすわけですから、調和果たすじゃないですか。調和に役立てるじゃないですか。例えば目がね、俺は目だけど見てるだけでいいのかな？足みたいに歩こうからって目が歩き出したらどうします？だから、私はね、こうやってスピリチュアルという分野の中で命がけでね、情熱かけてやってますよ。だからそれさえしてれば、その外のね、世界のことは、そのに関わっている、その役目として選ばれた人たちが、やろしゅう、安城をやってますので、だから私はね、そのことを知らなくても全然構わないわけです。ちょっと話がね、質問者さんの聞きたいこととはちょっとずれたかもしれませんけども、そういう理由から私は判断することができません。材料が全然ないし、その立場にないからです。だから政治のことはごめんなさい。私には何とも申し上げることができません。一つ言えるのは、たとえ彼らが何を言ったところでの問題ではないということです。それすらも宇宙の脚本であったということです。だから、例えば政治家がとんでもないことを発言したと仮にします。でもそれは、その人が自由意志を持って、その人が一定の人格を持ってね、何か言ったと思うから、その人のことを、とやかく批判してしまうというかね、自分自身の好みや、自分自身の納得とね、の基準とね、合わなければ、やっぱりこの人おかしいとかね、政治家は腐っとるという話になるんでしょうけども、その政治家が、渡された人生というのの脚本ね、宇宙があなたこの役演じなさいよって渡されたその脚本の中に、あなたは何時何分何月何日にこういうことを言うって書いてあって、例えばね、それを真面目にその人は演じただけであって、決して悪意はない。わかります？その人はその人という幻想をこの世界で真面目に演じてくれているだけなんだ。うん、だから例えば山田さんという方があなたに口汚くあなたの悪口を言ったとしますね。あなたを罵ったとします。でもそれは幻想どっぷりで、それがリアルだと思うとムカッときますよね。相手が私のことを今悪口言ったと思うからムカッときます。でもね、脚本と考える。山田立ち上がる。そして口汚く栄誉を罵るってね、脚本に書いてあったらどうですか？あ、そう書いてあるからやっぱやりますよね。嫌だとか言います、役者さんが。意地悪な役、殺人犯の役をやる役者さんがね、脚本に文句つけます。嫌です、僕こんな役やりたくありません、これ悪じゃないですかとかね、これはもう本当意地悪じゃないですかって言います。それはエンターテインメントであることが分かっているから、あ、分かりましたこの役ですねっていうことで、そのね映画の中限定だって分かってるから、悪役も演じるし人殺しも演じるわけですよ。それ本当じゃないって分かってるからね。だから向こうも脚本に書いてあってあなたにそういうことを言ってる。悪意はないだから、うん、忠実にあなたという人生を彩るために役割を果たしてくれてるだけだと。で私もだからそれを受けてね、脚本で私何々と言うっていう風にねやったら笑えてきますよ。あははって、深刻さがずいぶん薄まってまいります、それをやるとね。うん、やっぱそのガチでこの画面の中にいる私たちがね、映画の中なりテレビの中なりにいる私たちが本当のリアルだと思ってるから、腹も立つし嫌な気分にもなるし、マジにもなりすぎるんですよね。ちょっと気合い入りすぎて苦しいんです。でもそれは映画でありゲームでありエンターテインメントだっていう鑑賞者の立場に立てた時にね、あ、これは確かに究極にはね脚本を演じてるだけなんだ、本当の私はあるというただ一つのワンネスという存在意識なんであって、これは本当に永遠という時間の暇つぶしの中で遊びに来てるんだと。たまたまこういうマニアックな役をやって楽しんでね、くつろいでバカンスしてんだと、空がねだから乗ってやろうと、まあやる以上はね、ゲームやる以上は楽しい方がいいに決まってますから、だからその辺はまあ楽しくやろうっていうことで、まあ気楽に、ある意味軽く、さっき言ったらいう言葉で言うとね、軽く選択をしていくというわけなんですね。うん、だから軽くというのを重いの反対の軽いと思ってほしくないんですよね。軽やかにっていうことはスムーズにと思います。ある意味自分自身の魂の命ずるままに、心の命ずるままに選べることね。でもその心の命ずるままに対して思考や経験がいろんなものを言ってくるんですよ。それがそうできたらいいやろうけどね、お前それは違うぞと。現実的にはそんな甘くないよとかね、そんなことやったら損するよとか、いろいろな経験上のデータが、その心の命ずるままに対して戦いを挑むわけですよね。で、やっぱりやめたっていう話になったり、現実的じゃないよねっていう話になったり、いや、これはそれは理想論だけども、そんなことなかなかできるもんじゃないとかね、いろいろ押さえつけるわけです。あそこをスムーズにいくためにはやっぱ軽さなんですよ。軽さっていうのは、重い軽いの軽いというよりも、スッとね、素直にそれを通すことのできる、意思、気持ち。でもそれは教わったりとか、トレーニング、筋トレみたいにトレーニングして何か筋肉がついて選べるってことではないんですよね。できるときしかできないし、気づくときしか気づけない。それは悟りと同じような感じで、来るときにしか来ないんですよね。いくらエゴで我で、これを得ようとかね、この力をつけようとか思ったところで、なかなかその意図の通りにはいかないわけなんですよね。だから、自然体ってよく言うんです。だから軽く、その重くね。こうしなきゃ、ああしなきゃ、真剣にやらなきゃ、エネルギーをね、最大限、ぶっ壊わないとね、頑張らないと、全力使わないとこれ得られないよ、みたいなね。そういうなんかスポコン系のノリではなくて、もう、それをね、その軽くをもう、悪いというならば、もう私は知りませんよ。もう、笑わば笑えでね、文句言うならゆえですよ。いいんです、軽くで。もう、ラーマソフトのように、もう軽くでいいんです。ということでございましてね。ちょっと話がね、随分それたかもしれませんけども、だから私はあまりその政治の分野に関しては語る言葉を持たないということ。ただ、どう転んでも、この宇宙のシナリオは布石にできているので、決して、悲観することはないし、悪くなるんじゃないかな、なんていうふうにネガティブに思う必要はない。そう、あなたが思うから、逆にそういうね、現実が紡がれていくわけであってね。だからあなたの意志とか心無形なものの方が主体だからね。あくまでも幻想、目に見える現象の方がその対象っていうかね、なわけなんで、そこの主客転倒しないように、していただけたらいいですよね。神様の一元性に感情がない。では神の愛とは何なんでしょう。何もありません。はい。ありません。そんなものは。だから、何かがあると思うのがおかしいんですよ。あるのはこの世界です。うん。あっちありません。でもおかしいじゃないですか。ないものが出てくるはずじゃないじゃないですかっていうのは、それはもうこっちの尺度ですよね。二元性の尺度で向こうを測ってますよね。何かがないのに出るはずがない。わかります？うん。だから、材料がないのに、なんか作れるはずがないじゃないですかとかね。うん。だから私たちは何でもかんでもこっちの尺度で向こうのことを考えるので、うん。だからもう、これは水かけ論なんですよ。結局、その人の趣味で落ち着くことになるんです。絶対的な答えなんて出ないし、どうひねってもこれは理屈になっちゃうんですね。突き詰めていくと。うん。誰も見てきたわけじゃない。うん。神の愛。うん。それはね、マリオである私が語れるこっちゃありません。マリオがよ、画面の外のご主人様がどんな気持ちでコントローラーいじってるかなんて、逆立ちしたってわかんないんですよ。ただ、推測はできます。今日のこのご主人様のコントロールさばきは荒々しいな。今日はなんかご主人様腹の立つことでもあったのかなぐらいなね、ことは推測できるかもしれませんけども。でもそれ当たらないんです。多分ね、コントローラー握ってるご主人様は失恋した。実際には多分ね。失恋して、すごい気打ちする中で、どうでもいい、もう世界なんてって思うような気持ちでやってるんだけど、マリオ、画面の中のね、マリオくんは、その生身のね、二次元世界から見て三次元にいるそのご主人様の気分なんてわかんないから、自分がどう扱われているかということをベースにして、あ、もしかしたらこんな気持ちなのかな。もしかしたら友達と喧嘩でもしたのかなとかね。失礼ですよ、本当は。全然そういう的外れなことをあれこれ考えて、もっともらしいことで、あ、きっとこうだろうってね、思って、もうその話を終えるしかないんですよ。もう正しいかどうかなんていうのは検証のしようがないわけですよね。だからはっきり言って、空が退屈からこの世界を生んだとか、うん、そういうものは存在するかなんていうのは、もうはっきり言って、机上の空論でもあるんですよ、究極の話ね。各社が言っただけであって、皆さんはその各社を信頼してるから、あ、そういうものなんだろうなって思ってるだけです。もう言った裸の王様ですよ。王様が権威あるから、なんかすごそうだから、で、自分としては空がこの世界をなんか退屈から作ったとか言われても、わけわかんない。実感わかんないけど、でも、彼らがそう言うんだからね。立派な人が、なんか世の仕組みを見てきたというような人がそう言ってるから、そうなんだろうなぐらいでね。だから裸の王様の着ているものはね、裸に見えるけども、でもこれは服を着てるんだぞって言われたら、あ、そうなんだなって、信じてあげるわけですよ。うん。で、信じたいわけですよ、またね。もう一つ言うと。だから、王様、なんと立派なお召し物っていうわけですね。それが今のこのスピ界の現状です。うん、だって見てきたこともないし、実感としてもわかんないし、証明のしようもない内容をね、うん、知るかって話ですよね。一般人っていうか我々にしたらね、見たんか、誰か見てきたんかって話ですよね。うん。だからそんなことに力点を置いてどうするんですかっていう。だからスピリチュアルは地に足がついていないと言われてしまうんですね。そんなことを頭の中でこねくり回してね、お腹の足しになりますか？何かあなたの人格が向上したり、選択のね、力がついたりしますか？そのことが頭の中で何かこう情報として分かったからといってね。空の世界の成り立ちや空が何であるかという定義がバッチリ頭の中に入ったから、じゃあそれが何ですかって話。で、だからっていうお話ですよね。うん。よっぽど今日あなたが幸せな気持ちでいられること。よっぽど今、本当に目の前のことを視点を変えてね。確かにいいことばかりじゃないけども、それを視点を変えることで、本当に今なんか楽しいなとか、本当に今心が安らいでるなとかいうね、そういう感情を味わえることの方が、どれだけね、空がこの世界を作ったっていうことを分かる以上に大切なことか、皆さんにお分かりいただけますかね。うん。だから、スピリチュアルの扱う分野の比重ね、あまりなんか皆さん、知的好奇心や何かこう分かった気になってね、宇宙の仕組みが分かったみたいなね、なんかそういう舞い上がったような、なんかそういうのは卒業してほしいですね。子供の頃にはしょうがないです。お、すごいこの世界の成り立ちはこうなんだとかね、あ、時間なんてないんだとかね、あ、そうかとかね、いろいろなんかそういう目に見えない霊的真実とかね、なんかその超越的な内容をね、分かったからといって、なんかこう自分がね、すごくなったみたいなね、一皮むけたみたいなね、まあそれいいですよ。子供時代にはやっぱりこう、変身ベルとして仮面ライダーになった気分になるじゃないですか。お、一発のなんかすごいものになったようなね、うん、なんかなんとかごっこみたいなね、うん、なりきりみたいなね。でもやっぱ大人になると、そういうものは違うなっての分かるから、見てくれとかね、そういうのじゃなくて、本当に内容、自分の今の目に見えない、その、自分の感情なりね、思いなりっていう状況の中で、自分がその気分いいことを選び取っていける。自分を快な状態、快不快の快ね、な状態に置ける力が強いの人間が、結局ゲーム上の勝者というかね、うまくやっている人っていうことになると思うんですよ。それ何かすごい知識を知っているとか、何かすごくお金持ちであるとか、何かすごい影響力があるとか、それもいいですよ、もちろん。ないに越したことはないけども、何かそれが一番の目的になってしまって、結局自分が今安らげている、自分が今幸福であること、自分が今 OK だ。その失敗もしたとかね、自分が間違っているとかね、自分がまだまだ十分な人間ではないというね、そういう自己否定感から抜けられて、今くつろげること。この力こそが追い求めるっていうかね、同じ追い求めるなら、追い求めるってこと自体ももちろん大変だけどもね、うん、持つべきものっていうかね、だと思うわけなんですよね。うん、よろしいでしょうかね。だから、その、うん、すごい話がずれましたけども、一元性のことなんて考えても仕方がないんです、マリオくんがね。私たちマリオに過ぎませんから、ゲームプレイヤーやその任天堂のね、ことを考えても限界があるんですよ。どういう意図で任天堂は私を生み出したんだろうってね、画面の中のドットの集合の光のね、集まりに過ぎない私たちが考えてもしょうがない。だから私たちにできることは、忠実にコントローラーから来る何かの命令に対して、それがね、私たちのこう湧き上がる思いとかね、行動の選択であったりするわけなんですけども、それに身を任せて抵抗しないでスムーズに楽しもう。うん。その動きを楽しむっていうのかな。自分で選んでいるようだけども、実は何かもっと大きなシナリオの中で動いているという自分を映画を見るように、その場その場をね、受け入れる。喧嘩しないでね。そういう力、うん、抵抗しないでくつろげる力っていうものの持てる方が本当の強い人なのかなっていうことをですね、思いますね。だから神の愛というのは考えても仕方がないんです。それはもう神と言ってる時点で幻想だし、愛という言葉を使ってる時点で幻想ですよね。幻想中の幻想です。愛というものはあまりにも、怖い言葉です。漠然としすぎて、皆が当たり前のように使ってるけど、実は何のこっちゃら分かってないっていうね。うん。相手全部です。全部だから、何々って言ったってしょうがないんですよ。全部なんだから。全部なのに、何か名前をつけて呼ぶということは限定的になっちゃいますよね。愛じゃないものがあるっていうようなね、発想になっちゃいますよね。でも愛以外のものはないんです。だから、全てであることについて何か考えても仕方がないということですね。まあ、言えるとしたらそれぐらいであって、あまり私たちが、うん、この生きているね、目の前のこの世界以外のことを考えたってしょうがない。ディズニーランドに遊びに来ているときはディズニーランドのことだけ考えたらよくて、他のことを考えたってしょうがない。うん。会社のね、明日の仕事のことは明日帰ってからでいいじゃないか。なんで今そんなめんどくさいことを考えるなっていうね。うん、いうことぐらいはまあしか言えないわけですよね。よろしいでしょうか。うん。では、次の話題に、行きたいと思います。うん。テラさんの認識されておられる鑑賞者としての自分の他に、創造者としての自分というものがあるのでしょう。それとも物事は自動的に起こっていて、ある意味、それを意味付けする自我があるだけなのでしょうかと。だからね、この質問には2通りの答え方ができるんですね。うん。だから、こういう理屈を分かってどうすんだって話なんですよ。整理できて、まあ、あなたは、あはっていうかね、その、あ、そうなのって思うかもしれないけど、うん、だからって、でっていう話ですよね。うん。私は、鑑賞者としての自分とか、創造者としての自分とか、いちいち頭の中に分類があってね、左右にスイッチがあって、あ、こっちのスイッチ、あっちのスイッチとかね、いや、今こっちにシフトしてるとか、いや、こっちに切り替えてるとかね、そんな面倒なことありません。もう単純です。本当に何も考えてないし、今どの立場だとか、今このね、見方だとかね、全くそんなものは考えてない。認識できていないですね、白起宗って。だから、こういうことは、それに到達していない第三者が、やたらめったら想像で物を言うに過ぎないんであって、僕はここでね、質問されていること、鑑賞者としての自分以外に創造者としての自分とかね、いろいろ使い分けておられるんでしょうかって聞かれても、それはあなたたちが勝手に何か作成者というものを眺めて、何かそういうのをしてるんかいいなってこう思ってるだけで、本人たちは全く何も考えてないと思いますね。考えてないというか、何も分かってないというかね。私、いちいち、その生活の一瞬一瞬の中に、何も考えてないというか、ただただ起こることが起こって、ただただ心の中に選択することが起こってきて、何にもコントロールしてないし、何も今、ああ、自分はこうだななんて考えてないですね。っていうことは、自分が、例えば、テラというね、名前としてここに肉体を持っているという自覚すらもうない。うん。だから自分がこの体のね、皮膚と外で限られた、これだって、いう認識すらもうなんだろう、もうかなりいい加減というのがな、もうわけわかってないですね、私生きててね。うん。だからこういうことを、言われると、すごい意外で、私たちが何かカチッカチッとね、何かそういうエゴの自分、その真我の自分とかね、何かそういうこの世的なものの見方、人間的なね、エゴとしての分離意識による見方と、あと何らかあちらの、ワンネスから来るね、なんかのその全場が一つという見方と使い分けてるんですから、知るかって話ですよ。いちいちそんな考えてないって。うん。だからそう観察されるかもしれません、皆さんの目には。うん。でも本人は多分ね、どの覚醒者もそんな、なんちゅうのむっとはしないだろうけども、はぁっていう感じだと思いますよ、聞かれてもね。それをベラベラ喋れる人がいたら、怪しいもんですよ、うん。覚醒したっていうのは知識で何かね、言えちゃうものじゃなくて、余計言えなくなりますから。あ、でも私ベラベラ言ってるよね。でもこれはね、限界にあえて挑んで楽しんでるっていうのかな。言葉でそもそも言うことができないものをどれだけね、失敗を覚悟して、批判覚悟して言えるかなっていうことを、確信犯的に楽しんでいるとも言えるかもしれないですね。目の前にね、山があって、登山する人がいて、あなたはなぜあの山に登るのかと聞かれて、そこに山があるからだって答えるね。すごい昔々のお話っていうかね、今の人そんなことを、言うのかどうかわからないけど、話題として。うん。それと同じで、理屈ないんですよね。テラさん、なぜこうやって喋っておられるんですか？なぜブログ発信しているんですかっていうと、やりたいから。うん。ここにブログがあるからっていうか、なんていうかな。発信する媒体があるから、みたいなね。いうことでございますよね。うん。だから、もう、白起宗って私の生活は、何か思考で、ああしよう、こうしよう、今、自分がああだ、こうだっていうね、自分の立場を客観的に、何か認識する。今自分がこんな心の動きをした。これはエゴからか本心からかとかね。うん。これは何々だっていう、そんなね、分析的なことは全く考えることがありませんね。生活上で。だから私、はっきりして、エゴの声か本心の声かっていう、そんなことも考えないです。どっちでやっていいんです、私には。要は、面白いか面白くないかです。楽しかったら採用です。エゴでやっていいじゃないですか、それ。楽しかったらね。なんでそんな、本心の声だったら聞くんですか？つまらなくても。出どころが。じゃあ、その出どころが、エゴだったら、たとえあなたが本当にやりたいと思うことでもやめますか？あ、これエゴだからやめとこうって言って。私やりたいことだったら何でもやりますね、多分。どっちだろうが。うん。だから、私の一つの生活スタイルのおすすめ。これは今までのスピの主流に反するかもしれないけど、いちいち、これがハートの声なのか、エゴの声なのかなんてこと、めんどくさいことやめちまいなって、そんな判定。出てくるものは採用しちゃえ。それが面白いか、本当にやりたいかって本気度だけ。だからそれがエゴとか本心とかもう知らん。おすすめですよ、これ。大体当たりますから、それで。しまった間違えたっていうことは、僕の経験上ないですね。大体やりたいことやれば当たります。うん、エゴかどうかとかそんなこと考え出して余計こんがらがって余計嫌な気分になることはありえますけれども、うん、だから私はあんまりその出どころをね考えるなんか探偵みたいにそのここは部落の出身者かみたいなね、まあ、差別をするような出てきた欲望っていうか、ね、願いに対してねエルタンちょっとおいでちよっこいちょうよっこいちょう今日のエルチーンこれ何？カメラ。これほら。映ってんの見える？これ。はははは。映ってんの見える？じゃ、なんか喋ってみて。なんか喋ってみ。はい、ここ見て。ピッシュ。シュピシュピシュ。これで私が喋れなくていいよね。皆さん満足だよね、きっとね。ベラ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 喋る。はい、ありがとう。よいしょーよっこらしょ。はい、ママのとこ行っといで。ということで、皆さん、ちょっと清涼剤、一服の清涼剤のような感じでいけましたがね、私が100の言葉を尽くすよりも、これに出てもらう方が、多分、ものすごい恵みがというか、素敵なエネルギーが、この画面を見ているね、皆さんに行くのかなっていう感じがね、まあ、いたしますよね。はい、もう100の言葉より1つの、まあ、分かりやすいものっていうかね。うん。はい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 。いうことでございます。もともと何の質問だったか忘れたんだけど、だからあんまりいちいちね、まあ、それであなたが心から満足するんだったら、まあいいです。こういう質問ね。神はの愛は何でしょうかとかね、空はなぜこの世界を作ったのでしょうかとかね、そういう質問に関しては悪いとは言いませんけども、分かったから何なのっていうこともあるし、逆に私が何か言えたとしても証拠がないし、うん、見たんかって話ですよね、うん、だからあんまり考えてもしょうがない、うん、っていうね、うん、逆にそういうことを追求していくと話がこじれていくんですよ。あの人はこう言ってる、この人はこう言ってるみたいなね、うん、なんていうのかな、うん、そんなね、机上の空論になっちゃうことね、この世界で肉体持って生きてんだから、どうだっていいじゃないですか、そんなこと、究極。ねえ、ディズニーランドにいるんだから、ユニバーサルスタジオが火事になって知らないって話ですよ。うん。それは、心痛むかもしれないですよ。大丈夫かなって心配になるかもしれないけど、今そこにいないから。ねえ、飛び出ますか、そのディズニーランド。で、消火活動に行きますか皆さん。大変だっちゅうんで、ね、ワンネスだから協力し合わなくたっちゃって言ってね。じゃあ、例えば今この瞬間に、地球の裏側で偉いことになっているとこありますよ。例えば飢餓とか戦争とかね、民族紛争とかで。じゃあ、なんで私たち日本でのほほんとしてんの今。行けよ、飛行機乗って。今すぐアフリカでも、なんか飢えてる人のとこでもね、死にかけてる人飛んでって、自分のね、お小遣いだって救えるわけですよ。1万円、2万円、5万円だったら、もうどんだけの人が食えるかって話ですよね。今は大変な目に遭ってる。やらないでしょ？なんで？それは、今、あなたたちが置かれている立場があるからですよね。仕事があるし、家庭があるし、日本という枠の中で、役を、山田なり佐藤なりという役を与えられて生きてるからでしょ？でないと皆さん罪悪感を持って日々悶々とするはずだよ。うん。こういう先進国でね、食べ残しは、残飯はものすごい大量に発生して、それでどんだけの人が養えるかっていう中で、私たち平気ずらして生きてるんですよ。だから、うん。いちいち、なんていうんですかね、ああしなきゃとかね、こうしなきゃとかね、こうあるべきとかいうね、人は、じゃあ行けよ、率先して。なんで日本でゆっくりしてんだよって話ですよね。うん、だ矛盾してる、そこはね。私はもう寺という役目を持ってこの日本にこの大阪にね、今大阪住んでるんですけどね、この場所にこの人間関係の中に置かれてこの中でベストを尽くすこそ。だってこう脚本なんですもん。その脚本をもらった脚本を、あ、これ演じるんですねっていうことね、一生懸命演じることが、私が劇全体に役に立つことになるんであって、その自分の役じゃない幕とかね、自分がの出演が書いてない、その場面までしゃっしゃり出てく必要ないわけですよ。それは不調和を生みます。うん。だから、それでいい。うん、わけですよね。すみません、話がむっちゃずれたかもしれませんけども、だから皆さん置かれた場所で咲いたらいいんであって、何も私が今ね、あれができていない、これができていない、原発も反対だけども運動できてない、うん、なんかね、いろいろなんか自分が関われていないことに関してね、不十分だとかね、うん、思う必要はない。うん、だから私は究極的にその考え方なので、それは任せるんですよ。地球の裏側のことはね、ユニセフとか、まあ、いろいろ国連とかね、まあ、そういう慈善活動の役割の人もいるでしょう。それが命の人、情熱の人もいるでしょう。そういう人たちがきっと神としてね、王としてやってくれるだろうからね、私は信頼してるんです。うん、決して無関心なんでもなく、無責任でもなくね、その役割を持っているその人を信頼してもお任せするんですよ。それはさっきの政治の話でもそうですね。私は別に政治に関心がないし、そういうことをね、意見を言ったり発信したりはまあしませんわ。うん、スピリチュアルに限定されると思います。私の喋ることっていうのは。でもそれは、私は私の役割。私は私であればいいわけであって、何もテラが私は政治を知らないからといって、何か不十分じゃないかとかね、なってないじゃないかとか、勉強不足じゃないか、もっともっといろいろね、人にものを喋るんだったら分かっとくべきじゃないかっていう意見は、大きく的外れであるということは、私はもう自信を持って言いたいと思います。それは知りたい人が言えば、やればいいことであって、案外宇宙って素敵なバランスで成り立ってて、みんながみんななんかエゴでこれ目指さなきゃとかね、これしとかなきゃと思わなくても、だいたい蓋開けたら、もう本当お釈迦様の手のひらの上で、必要な人数が関心を持つようになってるし、動いていくんですよね、大体の物事っていうのはそれで。うん。だから私はね、自分のエゴのね、こうしなきゃ、ああしなきゃ、これは勉強不足じゃないかっていう情報よりも、宇宙が目の前に突きつけてくるその流れ、私は今これをやればいいんだな。今この状況の中で私はこれを追い求めればいいんだな。っていうね、それに従ってリラックスして流れに乗っていくっていう。これができていれば、あなたは決して大きく的を外すことはないと思います。本当にゆったりとした流れに任せて、まあ、やってることは時々しんどくなるかもしれないけどもね。魂は大きな安心感の中で進むことができると思いますね。うん。はい。ということで、あんまりなんか自分の身近じゃないこと、空とか神とか、あるいは一元性のね、どうなっているのかっていう話とかね、そういうことは、もうある程度で止めとかないと、こじれるんですよね。それでいらない嫌な気分を生んだりするんです。意見が合わないとかね。悩んで分かんない、腑に落ちないから、なんで腑に落ちないんだろう、腑に落としたいとかね。いうような、本当に分不相応な欲望っていうのかな。うん。分かる、マリオに分かるはずないのに分かりたい、分からないと嫌っていうね。うん。ゲームの画面の中のマリオがご主人様のね、コントローラー握ってる人の気分を推測とかじゃなくって、正味のところを知りたいって願うようなものであって不可能なんですよ、それはね。でもそれは、そのプレイヤーさんと私は究極的には正体が一緒だからね、これ一人芝居だから、いつかわかります。いつかわかるけども別に今ではないということですね。はい。テラさんは選挙の投票とか行かないのですか？行かない。行かないっていうのは行きたくないとかポリシーがあるんじゃなくって、めんどくさいからです。そこに行って投票用紙突っ込む時間、まあ、多分40分かぐらいね、家から出かけてだろうけど、その時間をもっと楽しいことに使いたいからです。それを私の一票が大きいとかいうのが、この世界の不安である現象、あれですよ。だから私がね、もちろん投票行くなって話じゃないです。これも誤解しないようにね。投票に、行くことが無意味なんじゃなくて、ちゃんと宇宙のシナリオの流れの中で行く役割の脚本の人は行くことになっているし、で、実際行くし、で、私はたまたま行く選択にならなかったというだけの話であって、例えばテラさんが投票に行かないなんてっていうものの見方の切り方が、この世界の今までの常識なんですね。だから苦しみが生まれたんです。ちゃんと行かなきゃとかね、みんな行ってるんだからとかね。行かないなんて、まあ、世界に関心がないみたいな。いや、違う。関心があるからこそ私は自分の幸せを追求してるんですよ。私が映画監督だから、私がこの世界を作り上げてる張本人だから、私が幸せであったらね、監督が気分よくったら、気分いい映画撮れるんですよ。でも、監督の気分が悪かったら、それは役者やね、裏方さんや、すべての人に影響するでしょうよ。大元が気分が良くなかったらね。だから、選挙に行くってことは一体何のため？あなたが心から選挙に行きたいってね、言うんだったらいいけど、何か義務とか、そう自分が誠意を見せる世間に対してね、ちゃんと俺は考えてますよっていうポーズだったら、何の意味があるって話ですよね。私全くどうでもいいので、その辺。うん。自分の一票が世界を変えるなんてもうちっとも思ってないので、うん、それやりたい人でやっとったらって、どれに入ったって一緒だから、今の世界。うん。大して変わんないから。うん。結局人間だから、共産党がやろうが、民主党がやろうが、自民党がやろうが、どの個人がやろうが、今の社会体制だったら変わらないです。うん。あるでしょ？よくドラマとかでも。政治家になりたての頃はね、情熱に溢れてて世界を変えたい、日本を変えたいと思ってんだけど、でも組織というものの中に入り、その流儀の中に入ってしまった時にどうにもならないことを知ると思うんです、多分ね。うん。その世界で生きていくためには、ああしなきゃいけない、こういうことにも目をつぶらなきゃいけないっていう中で、不可能だってことが分かってくると思うんです、多分ね。で、結局、その当初の情熱は鳴りを潜めて、その世界でうまくやっていくことに救急としては、もちろん皆さんとは言いません。やっぱ時代の潮時というのかな。やっぱ物語は展開していくものなので、たまにそういうものをブレイクする脚本を書かれた役者さんがいますね。そういう人が改革を行ったり、やっぱりこう、腐敗したね、政治なり、その、なあなあになってしまったその、組織に喝を入れるって形でね。脳を突きつけるという感じで、時代を進めるね。それパイオニアが当然いるかもしれませんけども、それだってね、脚本なんです。その人がすごいからとか、ボンクラの中でその人だけ目覚めてたとか、そういうことじゃなくって、僕、偉くもなんともないと思ってます。それだって脚本に書いてあるからです。うん。ホームレスだってそう書いてあるからだし、今成功する人はそう書いてあるからですよ。今目の前で悪口を言う人もそう書いてあるからであり、今私に優しい言葉をかける人がいると、そう書いてあるからです。うん、だから私は人によって態度を変えることはあまりありません。うん、まあちょっとね、生理的に私、うん、キャラ的に男性なんで、うん、女性が来るとね、可愛い子が来るとちょっとわからないですけどもね、それは変な、別の意味でね。でも私はそういうものの見方だから、うん、この人すごいなとかね、思う人は一人もいません、この世界で、はっきり言って。逆に、この人ダメだなと思う人もいません。うんみんな脚本を演じている。だから先ほど私を何か軽視していると言った人だって演じているわけですね。そういうことを言うっていう役割を素直に脚本に書いてあったから先ほどあの方は言われただけであって、別に何の問題でもないわけです。で、私もこう答えているってことはこれすらもちゃんと宇宙の脚本の中に書かれてあって、そう言ってるだけであって、決して私が何か反応をしているわけではない。いうことですね。はい。いうことですね。だから私投票に行かないです。うん。それは単純な理屈、めんどくさいからであるし、その時に多分、もう予定があったりとかね。うん。だからどんなことを、たとえ忙しくても、投票だけは行こうっていうふうにならないっていう話ですよね。あと、もう一つ言っとくと。うん。それは何の問題でもないわけです。世界を考えていないということにならないんです、それで。私は自分の幸せ、自分が今どうやったら最高に嬉しいか、そしてね、やりがいがあるかってことを考えているだけであって、うん、その結果なんですよ。決して投票に行かないぞとかね、目の敵にしてるわけではなくて、たまたまそういう結果になった。行かないというね、うん、ことなわけですね。なーに？告知来るか？来るか？映るか？これほら、映る？あ。いるたーん。来ない。膝の上にちょっと乗ってきませんね。なかなか誘いに乗ってこないですけどもね。うん、そういうことでいいですかね。うん、だから、投票、うん、行きたい人は行って大いに盛り上げてくれたらいいと思います。私は、別の役割があると思いますのでね。脚本家は自分、それとも神、両方です。だって自分でもあり神でもあるんです。私たちはこの世界に生きているので、自他とかね、前とか後ろとか、始めとか終わりとか、そういうふうにこれとあれって言える世界にいるから、脚本家って自分なのかな？それともあちらさんなのかなって言えるけども、一つなんです、それが。だから、この次元であの次元に物差しを当てて物を考えても、どうしようもないってことなんです。だから頭がこんがらがって余計悩むだけなんです。だからこういう質問をするのがスピリチュアルやってる人の、悪い癖っていうかね。天空の城ラピュタのムスカ大佐の言うね、制服さんの悪い癖だっていうね。うん。こういうことをやたら頭の中でこねくり回して分かったような気になるっていうかね。こんなこと気にしてなんか腹の足しになるのかって話なんです。だからね。もっともっとね、目の前の幸せ考えようよ。空がどうだったとか、髪の。脚本書くのは神と自分が正体、どっちがどっちで、これは別でとかね、うん、もう起こることは起こるんだから、目の前でね、あなたがどっちだって考えたって、どんどん事態は進行していくわけでしょ。人は喋りかけてくるし、仕事の時間は来るし、やらなきゃいけないことは来るわけだしね。やっぱそれをその瞬間瞬間味わうことであって、だからその中で頭の方がね、あれは何だろう、これは何だろうっていうふうに言ってて、現実はおろそかになってるってことの方がもったいないって話でしょ。うん。ディズニーランドに来てるのに、頭の中が明日のね、会議のプレゼンのことで頭がいっぱいだったらね、もうビッグサンダーマウンテンを楽しむどころじゃないでしょうよ。うん。もうその感覚や風景が目に映ってるけど、頭の意識の監視につながってないから、もう何にも楽しくないっていうかね。うん。ほら、エルタン。うん。プーさん持ってきたの？プーシャン。プーさん、よいしょ。プーシャン。プーシャン、プーシャン。見せてあげて、これ。よいしょ。プーシャン。はあ、見える？プーシャン。ほら、バンジャイ。ほら。え、じゃあ見える？映ってんの見える？ほら。バンジャイ。ほんじゃーん。よし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 よ。はい、オッケー。よいしょ。第2回目の出演でありましたね。はい。ということですね。うん。そう、あちらの世界があるというのは決めつけではないのだろうかというね、言葉もあります。そうですね、決めつけですね。どうでもいいですね。うん。なくたっていいわけです。困ります？なかったら。あの世があろうがなかろうが、今私たちはこの目の前の仕事をしなきゃいけないし、今この人間と会話をしなきゃいけないというふうにね。うん。ほら、明日は来るってあるじゃないですか。何があったって明日は来るっていうのは、あれと似たような感じで、空がどうだろうが、あっちの世界がどうだろうが、明日は来るし、私たちは今これはあるんですよ、目の前のね。だからこちらに力点を置き、いかに自分が幸せにあるかという視点を考える。その視点をね、切り替えるっていうことがスピリチュアルだと僕は思ってて、だからあまり宇宙がどうだとかね、なんかあの世がどうだとかいうのは、まあ遊びだと思ってるんです、ハッキシュって。僕は。言葉上のあやっていうかね。だからこの方の言うように、決まつけだろうね、きっとね。僕もどうでもいいもの、ハッキシュって。一応スピというところに足を突っ込んでるし、一応スピリチュアルメッセンジャーっていう肩書きを持ってるからね。一応空の話とか、目に見えない世界の話がどうだとかとかするけど、究極には僕だってどうでもいいもんね。だからどうだって話。この世界に生きている限り、この世界の流儀に従って皆さんと関わっていくしかないんであって、だからそれを幸せにできる方法以外何かお腹の足しになりますかっていう話ですよね。うん。だからこの方の言われることはもっともだし、一つ革命的なんですよ。うん。あちらの世界、そもそも、決めつけかもしれないですね。うん。そういう可能性もあるというかね、それは宇宙の王として一人一人がどう思われるかなんで、結局そのに従って世界がね、目に見える現象界が王の意識のね、データに基づいて展開していくんですよ。家政婦の三田さんがね、いっぱい行ってね、粒子で、承知しました、承知しましたって言って、みんなそのあなたの意識の本音というかね、その奥底の通りに物事を大体展開させてくれる。でもゲームなんで、そのあなたの心がけいかんに関わらず起こることももちろんあるわけですよね。映画としてのイベント、強制イベントっていうんですかね、ゲームでいうところのね。そういうものが結局、起こってくるようになるっていうところが、あるわけですよね。だから、なかなかこの方の言うことは、乱暴なことを言っているようで、確信をついてますよね。あちらの世界があるというのは決めつけではないのだろうかって。そうですね。ある意味あなたのおっしゃる通り決めつけでしょうね。でもその決めつけが楽しかったらいいって話なんですね。それはだからこの方も温かい眼差しで見てあげてほしいんですよ。あるって言ってる人が幸せそうだったら水ささなくていいじゃないですか。ねえ。それはそれでよろしゅうやってんだから。楽しそうねって見守ってあげたらいいでしょ。それをなんかを決めつけではないんだろうかっていうのは正しいんだけども。でもその決めつけが楽しいんです。その人たちはね。だから、あなたはあなたで、例えばね、それは決めつけなんだと、なもんないんだと。てか、ないというよりも考えたってしょうがないんだっていう立場に立ったならば、私は私、あなたはあなたの立場を生き切ればいいんであってね。それは人からとやかく言われる筋合いないです、もちろんね。大事に大事に自分がこう思いたい。ああ、考えたい。そしてその信念のもとこうしたいっていうことを、し続けていくことは守られるべきですね。それは本当の人権です。それが本当の意味での権利ですね。守られるべき人一人一人のね。でもそれは他の皆さんにもまああるわけなんです。幻想とはいえね、他人は、あるわけです。だから他人がどんなエホバやってようが創価学会やってようがほっときゃいいっていうかね、ほっとくというよりも信頼して置いておくんです。彼らは彼らで与えられた脚本があって、そして彼ら自身のねシナリオの中できっと気づけるし、私がおせっかいにも何か言わないとこいつはダメなんだっていうことはありえないから、それぞれに気持ちよく生きれる世界で、もしも助けを求められたりこれってどうなんでしょうねって相談されたりした時に初めてあなたなりのじゃあ言わせてもらうけどねっていうことで言ったらいいんであって、それは何かこちらから声を大にして言ったりね、頼まれてもいないのに出かけていってあなたそれをこうした方がいいよっていうのはもうおせっかいですよね。史上最大のおせっかい。これを宗教はよくやっちゃうし、スピリチュアルも発信者が神格化されてしまったり、何かこうすごい人に祭り上げられちゃうと、そのスピの発信者の意図を関係なく不安がいろいろやっちゃうわけですよね、勝手に、運動しちゃったりね、なんか特別な活動してしまったりするわけですよね、だからそこを気をつけて、私たちはただただ目の前のあるがままの状況をその人なりに、その人の脚本なりに流れに沿った形で楽しむしかない、やることがないんですよね、だから結局脚本をやるしかないのに、脚本に書いていないことを考えてもねしょうがないっていう部分があるわけですよね。だからマリオが自分が任天堂に作られたらしいけども、どういうプログラミングでどういう企画があってね、その企画が通って、そしてそれが具体的にプログラマーさんのとこに行って、どういうふうな過程で私は組まれてね、っていうことをマリオがね点の集合に過ぎない存在が考えても仕方がないわけで、だからある程度にしよう、この話目に見えない今証明のしようがないね、何かの物事がどうでもね、それに関してああだこうだっていうのは適当なところでとどめとかないとお互いに気分が悪くなるんですよ、ずれてくる中でね。だから以上、もう丸、もう終わりみたいなね、ちょっと危険信号が出てきたら、これ以上この議論をしてもなんかお互いになんかこう気分悪いゾーンに入っていくなってなったら、もうストップかけてほしいですね。以上、あ、しまった、自分ずれかけてるよって。なんか机上の空論に自分の気分を左右されかけてるよっていうね、どっちだっていいじゃないですか、空があろうがなかろうが、この世界の成り立ちがどうだろうが、今あなたが気分よくいることの方が100万倍も大事です。そのことをやっぱり思うのでね、私のブログはそういうことを伝える媒体でありたいなとは思ってます。決してね、なんかすごいことを言って、へーとかはーとか言ってね、へーへーへーって90へーぐらいね、もらうことをこう目指すようなね。そういうのは他に任せます。私はもう、すべてが OK なんだ。すべてがもともと一つなんだっていうことは実感をしたけれどもね、宇宙の成り立ちがどうでっていうところまではね、空が退屈かこの世界を作ったかっていうところは、まあそうなのかもしれないよねっていう。でも、皆さんに見せてあげようがないし、ね、まあ、そんなことの話をねたくさんしてもね、しょうがないし、もっと楽しいこととかもっと身近なことをねお話しする方がね建設的だろうなとは思うわけですよね。神戸や大阪でのセミナーの予定はございませんかっていうのはブログ見てください。書いてます。単発セミナーはさすがにないですね。大阪ではなんか南高坂でちょっと値段の張るやつをね今予定してますけど、3000円かぐらいでの単発ライブっていうんですかね、そういうのはちょっと大阪では今結構手垢つくぐらいやってるんでしばらくちょっとないですねこの先。まあまたちょっと気をつけて見ておいてください。神戸はなかなか今と予定立ってないですね。よろしいでしょうか。なるほど、なるほど。私も新興宗教を10年近く熱心にやってたことがありますと。テラさんもね、そういう時期があったということで、共感できる部分がありますと。ああいった宗教の中で、難病が治ったり、奇跡と呼ばれる現象を見てきましたと。その理由についてご意見を伺いたいですということですね。皆さんの勘違いとして、何かすごいことができたから真実なのかってことなんですよ。奇跡が起こる、病気が治るイコールそれは正しいっていうね、この方程式をまず金槌でぶち壊してもらいたいんですよ。うん。皆さんそうでしょ？何かすごいことを見せられると、あ、これは本物だ、違う。そこの認識で考えてるからですよね。だってね、例えばテレビドラマとかでも映画とかでも悪強いでしょ？ものすごい力使いますよ。正義の方が時々弱かったりすることがあるぐらい、うん、すごいことできるでしょ？悪いからね、間違ってるからすごいことができないかというと、黒魔術だってあるわけだし、悪魔の力ってすごいでしょ？エクソシストとか、まあいろんなね、悪魔というものが登場する映画、悪魔強いじゃないですか。だって神父任すぐらいですよ。敵と、うん。結構筋金入りの信仰を持った神父だって、乗っ取って殺しちゃうぐらいだからね。強いんですよ。すごいことできるんですよ。だから、すごいことができる。何かすごい現象が起こるイコール正しいっていうのはまあ捨てましょうね。うん。だから、特殊なね、まあ信仰宗教で奇跡が起こったり病気が治るというのはエネルギーなんです。だからこの世界には善悪という、ことはあんまり関係がないんです。善だからすごい力が出るとか、悪だからなんか、ダメだとかいう、うん、力が出ないということないでしょ。つまり、そこにどれだけその人が真面目にこれが本望としてエネルギーを注ぎ込めるかなんですよ。わかります？だから正しいからうまくいくんじゃなくて、例えば、ね、私たちの目から見たら、ね、信じてる人は別としてね、まあ、いろいろあるじゃないですか。創価学会とかね、幸福の科学とか、エホバの証人とかね、まあ、今ちょっと散り散りになってますけども、オウム真理教っていうのがね、まあ、一時あったじゃないですか。間違っているのにね、例えばこう一般人の目からしておかしいのに、あれはね、なんであんなに盛り上がっててお金も儲かってね、信者もなんで多いんだ、バカかみんなって思うんだけど、結局正しい間違ってるじゃないんですよ。どれだけその人が真面目にというかね、全身全霊を持って情熱を傾けて、それを楽しめているかっていうことなんですよね。それができている人がいる以上は、正しい間違ってる関係なく、それは伸びていくし、すごいことが起こってきますよ。本気なんだ、そんだけ。だから正しい、例えばね、既成教会、既成キリスト教とかね、昔から続いてきた伝統的な宗教ってあれでしょ。無難と言われるやつです、この世界からしたらね。まあ、一定の社会的地位を持ってて、まあ、そんなに怪しまれないようなね、やつ。逆にそっちの方が今、しょぼくれてんですよ。人来てないんですよ。なんで？楽しくないからです。正しいというね、ことに、スタンダードということにあぐらをかいて、全然ダメなんですよ。あるね、お坊さんが、なんか新書か何かでね、本出しててね、このままじゃ仏教界ダメだっていう本がありましたね。お坊さんの独白でね。やっぱりこう、檀家制度とか、あるいはお葬式のね、まあその収入とかね、そういうのにあぐらをかいて、全然仏教界を盛り上げようっていう機運がないっていうかね。うん。だからやっぱり、これのままじゃいけないと、もっともっと若者をね、取り込むというか、本当に面白いイベントをやっていってね、あれはこう、まあ私たち自身も楽しくなるっていうかな、このやっていく上でね。うん、いうことをやたら訴えられていた本を読んだことがありますね。だからそのお坊さんのお寺ではロックコンサートをね、なんか開いたりするそうですよ。なんかそういう歌手を呼んでね。あとお葬式も、なんかこう、なんかドヨーンってやるんじゃなくて、結構その人がね、生前に歌った歌とかね、好きだったドラマを例えばこう上映してみたりとかね、それでこう共感する。あ、この人はこういう人だったんだなっていうことを、こう、すごい陽気というかな、楽しく、忍ぶみたいなね。あ、こんなん好きやったよね、みたいな。そういう画期的なね、人もいるみたいな、どうもね。うん。だから、楽しいかなんですよ。これが鍵ですね。奇跡を生む鍵。そして、すごい力を生む鍵は、それがね、世間的に見て正しいかとか間違ってるかとか、それがね、おかしいとか、変、うん、何言うの？まともとかね。うん、そういうことではもう全然ないんですよ。なんせそこにいてる人たちが、どれだけマジでそれをやってるかっていうかね。そのエネルギーがものを言うんであって、だから正しいとされているものの方が今弱いかもしれませんね。力を失っているかもしれませんね。うん。だから面白くなかったら罪です、何事も。宗教も哲学もね。だから、私、テラのこういう番組であるとか、あるいはブログがね、もし皆さんに喜んでいただけているとするならば、それは正しいからではなく、言ってることが合ってるとか、的を射てるからではなくね、おもれえから。これなんですよ。これに尽きるんですよ。だから、真実か真実でないかということに、多くの人は関心を割きすぎてきたんですよ、これまでね。歴史上でも。合ってるか、そうでないかということで、皆さんはやたらね、フォーカスしてきたんで、だから正しいことだったらつまらなくても大事なことだからやるんですよ。つまんなくてもね。退屈でも悪病を噛み殺してでも教会に行くんですよ。それが正しいと思うから。逆に間違ってると思うと、たとえそれが魅力的に映っても、よく映っても、いやいやこんなのダメみたいなね。うん。こういうことがあるわけでしょ。うん、正しさのゆえにやりたいことができず、やりたくないのに正しいと言われるから頑張ってやらなきゃいけなくなりっていうね。そういう本当に生きづらい世界に私たちは身を置いてきたわけですね。でもその時代の流れが今音を立てて変わろうとしているっていうことを皆さんは時代の証人として、目の当たりにしている。そういうことがあるわけですね。だから、もう一回戻りますよ。質問ね。だからいろんなね変な宗教があるけども、それで難病が治るとか奇跡が起こるっていうのはそれが正しいからではなくてね、正しいから力を使えるんではなくて、それだけ彼らはマジだって話なんですよ。マジだぜって、なんかダンプ松本が昔ね、なんかインスタント焼きそばの宣伝でね、すごい古い宣伝でやってましたけども、マジなんですよ。マジだぜなんですよ。そのマジ度差において正しい方が負けてるんです、多分ね今。つまり、規制教会や規制宗教が、その長年のね、あぐらかく中でね、伝統とかいうものにね、全然面白くない、クソ面白くもないわけですよ。僕も教会にいたからよくわかります。面白くありません、教会の説教。あくびが出て退屈で、俺のは面白いと思います。さすがに。自分はね。自分が喋ると面白いと思いますけども、すごい傲慢かもしれませんけどね。なんかね、人の話聞いてても微妙なんですよ。たまに面白い方もいらっしゃいますよ、当然ね。でも全般として、全体論として、やっぱり今までの伝統的なね、宗教っていうのは、面白くなくなりかけてるなっていうのはあるわけですよね。だからそこに今出てきたのが信仰宗教と言われるものとかスピリチュアルですよね。それは正しいからというよりは、おもれえし、やっぱ一人一人を大事にしている。つまり教祖がでーんと言ってね、神という我々の罪人をね、しのぐすごいのがでーんと言ってね、私たちはそれを仰ぎ見る、信じる、委ねるしかない、言うこと聞くしかない、エゴを抑えるしかないっていうね、そういうワクワクしない構図だったからっていうこともありますよね。だからスピリチュアルは正しいから今台頭しているというよりも、ね、宗教を駆逐してね、本当に人の心に染み渡りつつあるっていうのは正しいからじゃなくて、それが、一人一人の宇宙の王であるっていうことをね、結果としてですよ。結果として大事にする、考えであったりね、そういう発想になってるからなんですよ。だからそのもの自体を正しいとしてね、信仰宗教やいろんな考え方をする人を間違いとして、私たちはスピリチュアルを広めるべきではないんですよ。こっちが正しいからと言ってね。そうではなくって楽しいんです、やっぱり。だからあなたも楽しまない。一緒にせっかく同じ楽しくなるんだったら多い方がいいしっていうことで、あなたは人を誘ってほしいし、スピリチュアルを広めてほしいんですよ。決してね、広めないとみんな間違っちゃうとか、これを広めると世界はとんでもない方向に行くというようなエネルギーで、スピリチュアルを広めようとしたら、それはバカです。たとえどんな偉大な人だろうが、どんなすごい組織だろうが、この世界を救わねばとかね、この間違ってかわいそうな人たちをなんとかしようというエネルギーだとバカですね。あなたバカよね、おバカさんよねっていうね、歌を高らかにこう歌いたくなりますけども、あくまでも私がブログをする理由、こうやって喋る理由も楽しいから、おもれえからであり、せっかく面白いんだから、一人でも多くの人にこう分かち合いたいというかね、一緒に笑おうよ、一緒に楽しもうよ、そして楽になろうよ。別にしゃぶじゃないですよ。楽になろうよってね。こっちじゃありませんけども。それだけのことなんです、単純に。決してこの世界を変えよう。世界平和のため。世界から悲惨をなくすため。そして病気やね、その喧嘩やね、争いや、そういった一切のものを、根絶するためっていうのは全然ない。結果としてそれに近くなることはあっても結果なんですよ、それは。結果論っていうかね、目指してない、ただ単に副産物として、例えば皆さんに笑顔がね、こういったり、あるいはこう嫌なことが減ったりということは結果なんですよ。それを目指すものではない。グリコのおまけと一緒で、キャラメルを買ったら、おまけとしてついてきます、グリコのおまけは。その程度のものなんですよ。うん、だからお金のない世界とか、争いが少ない世界とかね、あるいはその、まあ、本当に皆さんがやりたいことをやれる世界っていうのは、それを目指してね、今がそれのダメ、今をダメとして、それが理想として、さあ頑張らないとねっていうようにやるのは違うんですよね。今は今で OK なんです。これも最善なんです。ただ、同じ最善なんだったらね、変えようがあるならどう趣味で変えていきたいかっていうこと。うん。×を丸に変えるのではなく、丸を二重丸にしていくというイメージね。これ私どのライブに行っても大体言うことなんでね。もう皆さん耳たこぐらいにこれを聞かれてるかもしれませんけども、うん、そういうことですよね。うん。だから奇跡が起こせるからね、すごいことが起こるイコールなんかそれが正しいんじゃないかっていう思い込み、その構造、認識構造自体がもう罠にかかっている。私無意識にそう考えちゃうんですよ。すごいの見たらね。だからイエス・キリストが奇跡をしたときにこの人は神の子だっていうのはそれですよね。だからイエスは何もね、これは自分が正しいからっていうんで見せたわけじゃないんですよね。結局やりたいからやったんであって、うん、その場その場の選択ですよね。やっぱ病気治してって言われたら治してあげたくなるでしょうよ。そういう単純なことなんであって、それができるから彼は正しいとかね、神の子だっていうことじゃなくって、うん、それは単にエネルギーですよね。どんだけイエスが情熱を持って今ここという瞬間に向き合えてたかですよね。あれこれ思考でね、その場にいないような意識が飛んじゃっててもなんかね、ちゃんこと考えてるっていうんじゃなくてね、まさにその瞬間瞬間に命を込めたわけでしょ。うん。だからそのエネルギーがものを言うんであって、正しい間違ってるじゃないんですよ。決して方向性はね、悪と皆さんが呼ぶ方向性を向いてても、情熱が桁外れだったらそれはどんなすごいこと起こせるわけですよ、やっぱりね。うん。だからエネルギー量で見てください。方向で見るんじゃなくてね、エネルギー量が、相対量がものを言うんだと思ってください。だからマイナス500と500だったら、数字上の上では違うでしょ ?500 の方が大きいでしょ、うん、でも、マイナスを取っちゃって、ただ数字だけで見たら同じなんですよ、500と500で。だからそういうものの見方をしないと、見誤りますよ、この世界はって。だから例えばマイナス1000と200っていうのがあった場合に、常識で考えたら私たちの現象世界でね、200の方が強いわけですよね。でもマイナスを取ったらマイナス1000の方が1000ですからね。数字だけ取ったら1000の方が多いでしょ。だからこっちは強いわけですよ。でも私たちは善だったら正しかったら強いと勘違いをし、そのあるべきものに沿ってなかったらそれは良くない、ダメだと思うから悪が栄えるとおかしいなって思うわけですよ。なんでって。な理不尽な、うん、間違っているものが目立ったりなんかうまくやっていると正しくて落ち目な方、あるいは正しいけども虐げられている方はなんでと思うわけですよね、うん、この世の中はエネルギーの相対単に量で成り立っているんで、正しい間違っているは人間の認識の中にしか存在しないで、うちはしたこっちゃないんですよ、それが正しいとか間違っているとかね、うん、だからエホバや創価学会や別に悪いとは言いませんよ。それも一つの個性ですからね。そういうのはなくなる日が来るとすれば、それは間違っていることが証明された日ではないんです。だってオウム真理教もね、あんだけのことになって世間におかしいってなって、でも信じ続けている人がいるわけでしょ。それは正しい間違っているで考えたらおかしい話ですよ。彼らよっぽどバカかって話でしょ。こんだけの現実サリンをまいてね、たくさんの人が死んだ、亡くなった。迷惑をかけたっていうんでね、もう目が覚めてもよかろうもんって思うでしょ。でもそうならない人もいるっていうことは理屈じゃないし、正しい間違ってるじゃないんですよ。どれだけそこにかける思いが半端ないかっていうね、ことが結局全てなんですよね。だから奇跡も起こせるんです。私たちの目から見て間違っていると思えるところが何かね、うまくいって力を持ってもそれは不思議じゃないんです。マジなんだから。悔しかったら正しいと思うあなたがマジになりゃいいじゃん。そして彼らのマジを超えりゃいいじゃん。うん。だから私のブログとか私の言っていることをね、違うって言ってくる人がいるんだったら、じゃあお前が私と同じように発信をして私をってうならせりゃいいじゃんって。うん。私のマジを上回ればいいじゃん。何もね、間違ってるとかなんか、そういうことをね、ネチネチ人のとこ来て言うことで何かやってて、お前、尻の小せえなっていうね、こと思うわけですよね。お前が自分が正しくて俺が違うと思うんだったらね、正しいことは力を持つんだから。それは花を咲かして私なんてね、間違ってんだから、落ち目になっていくんだからね、その人の理屈だと。だから、そうしたらいいじゃんって思うんだけど、いまだにそういう人出てこないよね。まあいい、それはまあいいとしてね。すいません、この質問はそういうことでいいですか？この方の質問はそういうことで、次に、行きたいと思います。これで、実は今10時なんですね。時間的には10時なんですけども、開始するのがめちゃめちゃ遅かったので、めちゃめちゃというか20分ぐらいずれたんだろうかね。だから、もうちょっとだけね、見ていきたい。何このハートマーク。これ、エルちゃんが出たとこでしょ。ほら、やっぱり私がね、ぐちゃぐちゃね、喋る以上に、あの笑顔、ね、かわいい、子供の、あの笑顔っていうのは、もうね、万の言葉に匹敵しますよね。だこれでいいんじゃないですか、もう今日は、ややこしいことを言わなくてもね。そういうことでいいんじゃないでしょうか。そういうことで、あと、特に、質問ってないかな。ちょっと今、チャットを遡っていくんですけどもね。先ほどね、投票のことに関して聞かれた方ね。まあ、めんどくさいから了解しましたと。投票率が低いのって、それもシナリオ通りということですか？どうでもいい。シナリオ通り、ある意味そうですね。シナリオ通りです、それも。でも、パラレルワールドっていう概念からすると、投票率が多いワールドもあるわけで、私たちはたまたま選択として、こちらを見ているっていうだけですよね。シナリオ通りというのは、投票が低くなることが決まっていたというよりは、投票率の高いワールドも並行宇宙として存在してて、たまたま私たちは流れの中で投票率の低いワールドを選択したというだけであって、その投票率が低いことが決まっていたわけではないことに注意してくださいね。ここ誤解しやすいんです。一本線で人生が決まってて、何時何分何秒、あなたがここにいることが決まっているってことはありえないです。そういう意味でのシナリオは決まっているではないことに注意してくださいね。シナリオは100も1も1000も億も、兆も、とにかく無限にあるわけですよ。その中の私たちはある限られた1ワールドに来たに過ぎなくて、すべてが真実であり、すべての道筋があるんですよ。たまたま私たちはこの道を編み出くじって、辿ってきたイメージで考えてほしいんです。だからこの先だって皆さんが編み出くじのやりようによってはね、次元をジャンプすることによっては違う結末を迎えることもある。このままのね、このままずるずるといくよりも変えることはあるんです。でもただそれは私たちの目には見えません。シフトする状況は見えません。まさに一本の人生を一つの空間の中で歩んでいるようにしか残念ながらわからないです。でもわからないから面白いんですけどね。実は私たちのが気づかないところで次元を変わってたりね、することがあると思うんです。でもそれはわからない方がこのゲームが楽しいのでね、あ、今映ったとかね、いちいち分かっちゃうとめんどくさいでしょ。言っときゃ楽しいかもしれないけど、一定期間味わったらもういいからってなると思うんです、きっとね。初めはよくてもね。めんどくさいと思いますよ。心臓をね、止めたりとか、動かしたりとかいうことの管理をね、これ誰がしてます？それをね、自分に主権を取り戻して、初めはいいですよ。お、心臓止まった。あ、今動かせてるっていうね、意思で自分で決めれるっていうのは、さ、いいかもしれませんけども、3時間ぐらいやったらもういい。預ける。もうこれの権限もう俺いらないっていうか、いちいちしんどい。そんなのね。だって、忘れたら止まるわけでしょ？だから、あんまりね、変わらなくてもいいのかなっていうね、感じはありますけどもね。はい。いうことで、いいですかね。はい。あ、隣でテラちゃんが、テラちゃんじゃない、エルちゃん。テラちゃんってなんだ？エルちゃんがめっちゃね、歌って、いるわけですけどもね。社会に出たら、学校で習った教育なんて意味がないなんて言いますよね。テラさんから見ても、学校の教育って意味がないように見えますか？いや、意味ないけど、あるよね。どういうことかというと、怒ってるんでしょ？確かに意味がないし、いらないって思えることもあるけども、でも学校教育があり、目の前にね、そして子供が行かなきゃいけないっていうシステムが眼前として目の前に広がっているわけでしょ。否定できないものとして。だったら意味があるんです。存在してるんだからね。うん、だから意味がないからいらないっていう方向で運動していくよりも、そこを素敵に変えりゃいいじゃないですかね。うん。うん、だから僕も今テラとしてこうやってくっちゃべってる中で、高校や大学で必死に暗記したことが何か役に立ってるかというと、小野の妹子が遣隋使だったとかね、それぐらいですよ。ブログのタイトルにもしてますからね。マルコ・ポーロがどうだったとかね。うん。だから、うん、確かに、微妙なんですよ、今やってる教育っていうのはね。でもだからといっていらないとか間違っているとかいうふうにいくと、それはちょっと違うんですよ。だってあるんだから、否定できないものとしてね。だったらこれ腐してもしょうがないんですよ。宇宙が起こすということはある意味それは最善だから起こってるんであって、それを私たちのエゴがこれけしからんとかね、あるべきじゃないとか言ったって、それは負け犬の遠吠えっていうかね。そうあるんだから、あるものはね。うん、だからそれを私たち受け入れていくしか最終しょうがないんですよ。受け入れつつ、どういう向き合い方をするかっていうかね、どこにいい部分を見つけるか。ほら、住めば都とかよく言うじゃないですか。だから結局都をね、そのものを作るのは大変なんですよ。地獄やね、大変な環境の中で。でも、それに慣れること、見方を変えてそこに慣れ親しんでいい部分を見つけていく。そこにいながらね、あ、こういういいとこがあるみたいな。それが幸せになる早道でしょ。うん。だから住めば都でにすればいいんですよ。都を作るの大変だからね。すぐにはできないから、ローマの道は一日一日ならずですからね。だから、今のこの学校教育の場を、うん、これをね、ぶっ潰して改革して何かを作る、一から作るというよりは、ここを楽しくしていくしかないし、そこに集う教師や親や子どもたちが、じゃあどうやったら今の枠の中で楽しいところを見つけられるかな、どうやったら私たちが気分よくできるかなっていうことを模索してもらう方が早いんですね。でも皆さんなんかこう大改革とか教育をね、こう今のシステムを潰すとかいう革命的な、なんかかっこよくどうしても聞こえるから、うん。だから今のこれ自体を否定するっていうのかな。これぶっ壊そうって言っちゃうんだけど、怒ってることは最善なんだから、だからあんまり過激なことはね、まあさ、シナリオだったらしょうがないですよ、それも。うん、そういう役割の人もいるから。でも私たちはもうちょっと穏やかに。うん。だから今の先生を責めたりとかね、今のこういう偏差値、学校のね、点数至上主義、それで子供のね、その成績、価値を決めるなんてって思っちゃうけども、でもそういう選択をしてきたのは私たちだし、それを許してきた経緯、そしてそれを最善として選んできた経緯があるか、責任はあるわけですよね。だから、うん、それを感じていただいてね、決して間違っていたということではなくて、じゃあ今からどうしていこうか、うん、今までのことはまあそれはそれとしてね、それが、まあ、いわゆる建設的と言われるものの考え方になっていくんだろうなっていうことはまあ思いますね。うん、だから僕は確かに意味がない学校教育ね、そんなこと言っちゃったら学校教育に関わらず全てに意味がないわけですよ。だから私たちがそれをね、どう見ていくかですよ。結局世間から刷り込まれたものの見方で見るから、ああ、良くないなってなるだけであって、実は見方を変えればバラの花園になりうるんですよ、今の教育界だって。やりようによっちゃね。うん。だから私は今の教育がね、ダメだ、こういうダメなところがあるって言って、何かそれを直そうとしていくね、運動をする人よりも、今は今として、どうやったら、どう工夫したらね、どう楽しんだらこの枠内でも楽しくなっていくかなってことを考える中で、そしたら、あ、じゃあここはちょっとずつこうできるんじゃないってことを無理なくシフトできていくんですよね。でも初めからこれは間違い、こうあるべきって決めちゃうとね、結構強引に、目標が決まってるだけにガッといこうとするんですよね。これにたくさんの人が悲鳴を上げます、多分。うん。かっちりと何かの目的が決まっている、そこへも人を持っていこうとする理屈は大変です。北朝鮮とか、そうだろうと思うし、例えば一昔前の赤軍っていうのがなんか共産主義っていうものにね、若者がこうかぶれた時代がありますけども、あれなんかもうくっきりはっきり理想が決まってるから、だからもう過激ですよね。もう答えはっきりしてるからどうしたらいいか。だからもうすごく暴力的なことや、すごくこう極端なことが平気で行われたんです。だって正しいんだからこれをすることがね。その正しさに負けちゃって、今の幸せを犠牲にしたのが、例えば浅間山荘に至るまでの、まあ、一連の事件であったりとかね、まあ、するわけですよ。うん。まあ、ちょっと初めに話した通りで、初めは幸せになるために選んだ手段の方が思考の目的になっちゃって、その手段を実行する、現実のものにするために自分の幸せを今度は犠牲にしていくっていう、執着転倒っていうかな、本末転倒の、まあ、出来事になっていって、それに気づかさせられないっていうかね、それを冷静に考えさせない魔力があるのが目的感というものなんですよね。うん。それは多くの悲劇が物語るところですね。うん、例えば社長になる、企業でトップになる、のし上がるためにまあ、頑張ってる人がいたとしてね、初めは家族の幸せであったりね、自分の幸せのためにそれを始めたのに、最後には自分の幸せを犠牲にしなくてはその頂点に立てないっていう時にそっちを選んでしまうっていうね、ことになってしまうわけです。だってもったいなすぎて。それまで積み上げてきたものがゼロになっちゃうわけでしょ。結局幸せを選んで目的をやめちゃったらね。そこに、行く勇気がない人が結構ずるずると自分のいい気分であるとかね、安らぎとかを犠牲にしてでも目的意識を選んじゃうっていう、そこが悲劇。それが悪の正体です。うん。悪の正体はそれです。すべての極悪人、大悪人、犯罪者は、もともと幸せになりたくて何かのことをしだしたんだけど、でも結局それを突き詰めていったら、それは自分の幸せなり安らぎを犠牲にしないと到達できないものであるということが分かったときに、たとえそれが分かってもそれを背に腹を変えれなかったっていうかね。うん。だから結局幸せのために自分の目的を犠牲にできなかった人たちのことを犯罪者というのかもしれませんね。ある意味ね。うん。悲劇を思うんですね、そこでね。だから私たちは、ちょっと待てよ、ちょっと待てよって止まれるブレーキが欲しいわけですよね。これを到達するということを頑張ってきたけども、本当大事。これ到達して何をあなた失うか分かってるっていうふうに、横でエルちゃんが、転げ回って、叫び回った。やたらテンション高く転げ回ってますけども。うん。まあそういうことなんですよね。だから全体悪なんていうのはなくて、それぞれが良かれと思ってやっている中で、周りとの調和が取れなくなってなりつつあるのにもかかわらず、それの目的を捨てきれずに、えいと言っちゃうことが結局悪、あるいは、うん、そういうものを生んでしまうっていう構図なんですね。だから根っからの悪人とか、根っから間違っている人なんていうのはまあいないと思ってくださって、まあ間違いがないということですね。うん、だから学校教育、うん、それ自体を変えようとする、間違っているというふうなレッテルを貼って、じゃあこれ変えようねじゃなくて、ちょっとずつでいいから今の現場をそのままで楽しくしていく中でちょっとずつ変更する、無理なくね、あ、じゃあここちょっと変えれるんじゃないっていうのが積み重なっていく中で、結果として振り返ってみたら、おおすげえ、あ、こんなになってるよみたいなね、結果としてびっくりするようなことになっているっていうのが一番理想な変化の仕方でしょうね。ガッといくよりもね。ガッといって今までたくさんの組織が失敗しているのでね。うん。やっぱりそれ個人個人を大事にしつつ、ちょっとずつ変わっていく中で、結果として蓋を開けたら大変革になってたっていうぐらいなことでいいんです。グリコのおまけです。うん。ついてきたみたいなね。その結果的に大きく変わるということがおまけとしてついてきた。つまりそのキャラメル本体が今を否定せずに、まあ、それぞれが気持ちよく生きる、うん、工夫しつつね、視点を変えて生きるっていうことがキャラメルの本体なわけですよね。そういうふうな理解をしていただいたら、まあ大体合ってるんじゃないかなっていうことを思いますね。うん。はい。ということで、これで今時刻が10時23分でございます。大体20分ぐらい、まあいろんなことでね、まあちょっとスタートが遅れたということを考えたら、ちょうどこれで20分ぐらいになるのかなっていうことですね。はい。はい。でね、うん、最後に、まあちょっと、まあ、締めというかね、思うのが、こういうことを書いてます。時々いろんなね、まあ、スピリチュアルや、まあ、自己啓発のブログなんかでね、あなたね、まあ、うん、このままでは人生死ぬ時に後悔しますよみたいなね。うん。つまり後悔しない人生を生きようっていうね、そのためにこうしたらいいですよ、ああしたらいいですよっていうかね、うん、そういうことを書かれているものがね、ちょっとありますけども、僕ね、本当に人生最後の瞬間に後悔ってあるのかなって思うんですよ。皆さん、死んだことないでしょ？だから死ぬ瞬間に後悔をしたっていうことが実感としてある人いますか？まあ、たまに輪廻の記憶を覚えてて、まあ、そういうことを言う人がいるのかもしれませんけどね。いや、俺後悔したよ、みたいなね。そんなことだって、確かなことなんてこの世界何一つなくて、全部聞いた情報だし、全部シナリオで何かこう湧き上がってきたり出会ったりする情報なんであって、この世界には何一つ確かなことがないとしたときに、失敗の人生ってあるのかなって。僕この前、永遠のゼロっていう映画を見たんですけど、見た人多いと思います。ヒットしてる映画ですからね。最後の最後、宮部久蔵っていうゼロ戦パイロットが、アメリカ軍にね、特攻して、その、なんちゅうの、激突して死んでいくね、最後、そういうシーンだったんですけども、死ぬ瞬間際に、彼の顔が大写しになるんですけど、笑うんですよ、ニヤッと。これ、多分ね、世間でも賛否両論でね、なんで笑うのかよくわかんないとかね。だって、冷静に考えたらね、自分は今死ぬんですよ。死ぬってことは、あんまり喜ばしいことじゃないです。あんまり手放しでやったって言えることでない。もちろんね、奥さんと赤ちゃんをね、祖国に残してきたままね、会えないで死ぬわけでしょ、自分は。まあ、ある人にね、それは、期待をすり替えることで、自分が死ぬ運命を選ぶことで託しますけども、だといって自分が会いたいです、やっぱり人情としてはね。自分が飛び返りたいですよ、子供のもとに、あるいは赤ん坊のもとにね。うん。でもそうやって死んでいくわけですよ、特攻という理不尽なことでね。でもなんで笑えるんだろう、最後の最後、死ぬ間際にニヤってするんですけども、笑いの意味、皆さんどう捉えました？映画見た人ね。つまり、人生で後悔なんてないんじゃないか。つまりそのまでにどんな悲惨な人生であるか、借金取りに遭おうがね、もう本当貧乏な人生、あるいはこう、もう本当に虐げられる人生、理不尽に死んでいくね、だろうが、死ぬ間際っていうのはとにかくゲームが終わる瞬間ですから、ああ、それなりに面白かった。例えばそれがね、チャチャッチャ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 ってマリオで、ちょっとね、その不本意な面でね、ちょっと操作ミスで、ああ、やっちゃったって死んでも、それはそれで一つのゲームの醍醐味だし、まあそれは一つの、まあ、可能性だったしね。まあ、これは良かったんだと。宇宙というのは、すべての可能性、すべてのパターンをコレクションしようとしている存在だからね。それがこの世界の究極の目的だから、全部を味わい尽くす。全部の可能性を見尽くして自分を知るっていうことが最終目的だとした場合にね。それも特攻で死ぬっていうことも一つの達成なんですよね、空からしたら。体験をコレクションすることだから。だから結局、人間のエゴ的にこれが失敗だったと、俺の人生最悪だったという次元を超えちゃうんですね。死ぬ間際の境地というかね。あ、これはこれで一つだった。あ、俺は、ゲームをね、こう、まあ一つ、ワンゲームを、まあそれなりにやり終わったっていう達成感。だから私はね、こんなことしなさいよ、こうしないと死ぬ瞬間にね、俺の人生は後悔することになりますよっていうのは死んだことねえだろ、お前で。その、誰々としてはね。だから私は僕は絶対それ脅したくないなというかね。たとえあなたがこの先どんな選択をしてね、間違ったと思えるような選択をして、どんなことがあなたの人生に起こってもね、死ぬ瞬間に、ああ、俺の人生はダメだったとか、俺の人生はもう、っていうね、ことにはならないよと。もう宮部久蔵が似合って笑ったのは、これ皆さんへのメッセージですよ。どんな人生を歩んだって最終的には失敗であったとか、あなたが選択を誤ったよっていうことはない。すべての人生は最善。まあこれを言うには人を選ぶと思います。もちろんね。やっぱそうだと思えない人もいっぱいいる中でこういうことを言うとね、その人の感情を刺激してしまうことになるかもしれませんけども、どんな人生であろうとね、あなたのエゴから見てどんなに理不尽であったり、何かの基準でおかしいとか、間違っているとか、あるべきでない、かわいそすぎるとかいうことがあったとしても、すべて最後はニヤッという境地でいけるんだろうな。もちろん顔がニヤってね、筋肉が引きつるかどうかは別としてですよ。その人の奥深くなところではね、あ、一つの体験をコレクションしたなって言って、私たちはこのゲームを終えることができるんじゃないかな。まあ、これも一つの決めつけと言われれば決めつけかもしれません。だって、何一つ証明できることはないしね、皆さんにほら、形でこうじゃないですかって見せられることは何もないのでね。だからあなたたちは、この私のお話を聞いている人は、正しいか正しくないかで、私の話を聞くんじゃなくって、それが楽しそうか。そう考えることであなたが幸せになりそうか、あるいはそれを採用したいかどうかね。っていうことで決めていただきたいんですね。決してどちらかを比べて有名度とかね、正しい間違っているっていう尺度、その人なりの経験や情報からね、そういう判断はワクワクしないと思います。うん、僕はそういうところを本当に思うわけですよ。どんな人生であったとしても最後、後悔なんてないはずだと。究極の瞬間においてはね。それも一つのシナリオとして、空に責任を果たし、そして一つの体験をフィードバックしたということで、その人の魂は本当に最善を尽くしたんじゃないかな。ただそう思えないエゴがいろんなことをね、言うだけじゃないかなっていうことを思いますね。だから心配しないでください、皆さん。あなたが最後死ぬ瞬間までにどんな道を歩んだとしても、最後の最後の瞬間にはね、後悔っていうね、レベルのね、意識ではいないと思います。結局、ある意味究極の不満の反対の満足とは違う満足感。これだから説明しにくいんですよね。うん。これも難しい。だから不幸がある反対の幸福のじゃない幸福。難しいね。うん。だから愛じゃない愛があるっていうレベルのじゃない愛。これもどう言ったらいいのかなっていうのは難しいですけどもね。うん。うん。そうなんです。それしかないんですよ。満足。つまり、不満のある満足じゃないんです。満足だけの満足っていうかね。だから、ワンネスっていう言葉もそうでしょ。2や3がある1っていうふうに私たちはどうしても1というものを考えますよね。0があるから1があり、2があるから1がある。そうじゃなくて、1しかないワンなんですよね。これは、もう口で説明しても限界があります。もうこれは、本当にもう奥深くの世界の話なんでね、魂の。口で、言語情報で伝えることは少なく、そこに私の思いとか波動が乗っかりますから、旅の準備ができてる人にはね、もしかしたら響くのかもしれませんけども、全員が全員というわけにはもちろんいかないですね。うん。だから皆さん、決して選択を誤るということは、あなたのこの先の人生に絶対ないということ。そしてあなたがそれを後悔して死ぬ瞬間にダメだったっていう気分になることはないことを私は保証いたします。他の各社や何かのメッセンジャーがあなたが死ぬ時に後悔しますよ。だからこんな風に行きましょうねってことを言っても、あなたがそれをしたいから従ってください。決して後悔したくないからとかじゃなくね。選択をしたいのでしてくださいね。っていうことを最後のメッセージとしてお届けしたいと思います。あと、特になかったらね、番組終了したいと思うんですけども。すいません。簡単に言いますよ。絵のインスピレーションってどこから来るんでしょう？知りません。だからそういうことを考えて楽しいかって話なんですよ。出どころとかね。さっき言ったじゃないですか、だから。だからある程度議論しても、それは本当に変なとこ行っちゃうんですよ。思考がね。うん。だから、その罠にかかりやすい質問です、これ。知るかって話です。だから何なのっていうね。うん。あと何かあるかな、うん。早死にするシナリオ、長生きするシナリオもある。いや、全部あります。もう1秒ずつ、0コンマ何秒ずつの違いからもあります。だから私たちはそのうちの一つを選んで生きているっていうことですね。はい。だからもう無限にあるんだから、私たちが2や3や100や1億を考えてても、それ以上にあるからね。っていうことですよね。うん。うん。あとは特に大丈夫かな。うん。はい、いうことでありましてね。では、あれこれ画面止まってますもしかして。私の方の、画面はね、私が頭を描いているシーンで止まってるんですけども、どうなんでしょう。とりあえず、じゃあ今日は、お話の方は、これで終了をさせていただきたいと思います。でね、次回のスピリチュアルテレビなんですけれども、ちょっと私の方も予定が、いろいろ立て込んでおりまして、3月中は今日が最後ということになります。次回放送分は、だから4月ですね。4月の、2日の水曜日ということにとりあえずなってますね。はい、いうことでありまして、ちょっとね、間が空きますけども、4月の2日の水曜日にまた、皆さんと、お出会いをしたいと思います。すいませんね。ちょっと予定の調整が微妙にうまくいきませんでね。はい。いいじゃないですか。ね。その分また楽しみも増そうってもんであってね、このね、ジャパネット高田のね、社長並みの甲高い声をね、ちょっとね、間が空く方が聞きやすいと思います。はい、皆さん、今日は3割引き、はい、半額ですよなんていう声をね、しょっちゅう聞いたら皆さん、頭がツーンってきて、しょうがなくないです。ということでありまして、しばらくはですね、落ち着いた日々をお過ごしくださいということでありますね。はい、ということでありまして、これにて、また番組をテディさんの方にお返ししていきたいと思います。またね、エルちゃんともども、この場面、このね、画面の中でね、出会いたいと思います。それでは、今日はどうもありがとうございました。また、番組お会いしましょう。さようなら。テディさん、あとは、よろしくお願いいたします。録画終了ということで。では、チャットの方もね、抜けますね。ご挨拶して終わっていきたいと思います。あれ？なんでこういう画面になるんだ？次回は、4月の2日の、水曜日やね。はい、あ、おいしいしょうね。ありがとう。あ、すごいね、ルタン。ありがとう。終わったよ。自由に動き回っても大丈夫よ。多分。あ、ん？はあ、こっちの言うこと。